はい、ワドツです。こんばんは。2018年3月の5日ですね。5日後、夜中の12時2分です。よろしくお願いします。こんばんは。はい、ワドツ、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ワドツ、こんばんは。はい、ワドツ、こんばんは。昨日の初友って人のコメントが見えてなかったんと違う？昨日初友って人のコメント？何の話？初友さんなんか言ってた？ノンラブからフォロー外されてたから。だってあれ、フォロワーさん限定でやってんだもん、T シャツは。だってフォローしてない人をさ、要は応援してない人をさ、さすがに T シャツに名前入ってたら応援してる人は気分悪いでしょ。和道さん見えてない感じだった。なんとか言ってた？初友さん。なんて言ってたの？ごめん、よくわかんないわ。なんか言ってた？初友さん。花火は投げた？ノンラブ花火投げてたよ。でももともとフォロワーさん限定だから、あれ。俺中卒。2個目ぐらい挨拶してた。マジで？ごめんごめん。体調悪いんだよ、最近。俺、挨拶スルーしてたかな？マジで？生活費にゆとりはないっすね。ギリギリっすね、いつも。まだ、いや、寝てるよ。当たり前じゃん。人間なんだから。寝ない人間なんていないよ。はい、ワドツ。寝てるよ。むしろ人よりも睡眠時間長くて12時間ぐらい寝てるけど。スバニャン嫌いな人多いよね。月収20万以下ぐらいじゃん。以下とか超える日も、超える月もあるけど。そうそう、ドレさんだよ。ドレさんとはプライベートで飯食ったりとかするから。ああ、わかんない。タヌキは俺も見ないから。減ってきてるんだ。だってあんな悪口ばっかり書いてあって、嘘800の掲示板なんか誰も見ないよ。バカ、ありがとう。ありがとう。ドルさんとはプライベートでも交流あるから。まあな。いや、俺友達いるっていうの嫌なのよ。だし、人間、まあ、ドレさんと仲いいけど、俺はドレさんのこと友達だってあんま言いたくないのよ。なんでかっつうと、人間関係なんか離れたりくっついたりするから、俺はもう最後まで付き合うやつが友達だと思ってるから、
俺にとっての友達の価値観と一般の人の友達の価値観違うんじゃない？配信者はまあライバルだろうね。まあ仲はいいよ、ドルさんと。なあ、まああんまり友達って言葉は軽々しく使いたくないのね。いや、だから軽々しく友達だっていう言葉はあんまり使いたくないのね。俺の感覚の問題ね、それは。手は重くないよ。もっとつけたい。ここまで行きたいね、左手は。バジャーっとつけたいね。あ、お気に入りのアイテムがないのよ、なかなか。俺たちがいるやろ。まあ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 、そうだね。俺はリスナーがいればいい。アクセサリー買うとしたら、俺はね、別にショップがどうとかブランドがどうっていうこだわりあんまりないの。ブランドが良かったら全ての商品がいいとは俺は思ってなくて、俺は別になんか店でパーッと見て、あ、これ欲しいって思った感覚で選ぶかな。感覚。顔もわからないのにって俺リスナーが友達だなんて言ってないよ。リスナーがいればいいっつったの。アスペかよ！わかんねえな。バカなの？俺は友達なんかいらねえっつってんだよ。リスナーがいりゃいいって言ってんだよ。安いものでも全然買うよ。安いものでも高いものでも値段気にしたくないね、あんまり。バカかよ、本当に。日本語わかんねえの？すげえな、本当。意味がわかんねえな。何言ってるか全然わかんねえな。日本語を正しく聞こうね。質問をするんだったら、いや俺もアスペだけど、リスナーもなんでわかんねえのかな。友達いらねえっつってんのにさ、顔が見えないのにってなんだよ。俺はリスナーがいりゃいいっつったんだよ。リスナーはリスナーだよ。なんでわかんねえんだよ。バカかよ本当に。俺、友達が多い少ないとか、もういい年こいて友達がとか母親がとか言ってんの嫌いなんだよ。マザコンかてめえら。いい年こいて。親がどうとか友達がどうって。バカなんじゃねえの。いい年こいて。いい年こいて友達とか言ってるやつ信用できねえよ、俺は。ああ、それは放送だからしょうがないのよ。だからね、放送だからそれはしょうがない。リアクションがあったりズレがあるのは。友達もいらねえよ。子供じゃねえんだからよ。ドリンク作ってくるわ。ちょっと待ってて。
はい、ただいま。ただいま。ポカリポカリ。いや、稼げなかったらイライラするだろう。うるせえよ、税金なんか関係ねえだろ。何の関係があんだよ、てめえと。粉おぼかりだよ。おお、寿司は好きだね、俺は。寿司好きだよ。タリーズはね、ほら、お金かかるじゃん。やっぱ節約しないとさ。稼げてねえときは節約だよ。缶コーヒー1日3本飲んでみなよ。それで500円とかでしょ。1ヶ月1万いくらだもん。浄水器とか使ってない、水道水。自炊もまあまあまあ、今日もステーキ焼いたけど。タバコは？タバコ吸ってるよ。先月100も稼いでるわけねえだろうよ。本気で言ってんの？100もいかねえよ。いやいや、東京は水きれいじゃないよ全然。100万ポイントね。アステかよ。家賃6万。あ、噛みついてくるよな今日のリスナー。まあまあ、一生続けられるんだったら続けたいと思ってるかな。配信はね、好きだから。まあ、できるかできないかは分かんないけど、シャリンガンは別に欲しくないかな。シャリンガンってあれなんだっけ、何が見えるんだっけ。なんか目の色が変わるだけの技って印象なの。シャリンガンってあれ何だったんだっけ、結局何が見えるんだっけ、シャリンガンって。今月稼げてないよ。ラグある？ラグある？みんなラグないよね。ラグないよね。大丈夫だよね。いや、出だしがダメな月は大体ダメだね。スタートが一番稼げるんだよ。これで稼げてないってことは今月も圏外かもしんないよ。やばいよ、ちょっと。アイテム飛ばなすすぎ。ちょっとやばいね。しょうがねえよな。安定はしないね。まあ、そりゃそうだね。のんちゃんと一緒に過ごしてるのは本当に幸せなことだね。うるせえよ、22号。消えろ、ゴミくずが。うるせえよ、30号。なんでお前が俺に命令すんの？
なんでお前が命令すんの ?2 号。風船ありがとう。お前に関係ねえじゃん。お前に関係あんのかよ。まあまあ、そりゃそうでしょう。波あるよね。お前に何の関係があるんだよ、2号。何の関係があるんだよ、言えよ。何の関係があるんだよ、てめえに。言えよ。何の関係があるんだよ。何の関係があるんだよ。言えよ。何の関係があるんだよ、てめえに。何の関係があるのか言えよ。何の関係があるんだよ、てめえに。何の関係があるって言ってんだよ。言えよ。ゴミが。何の関係があるんだよ、だって14号さん。関係ねえだろうがよ。じゃあてめえで出ろよ。文句があんだったら。文句があるんだったら、謝ることなんか何にもねえよ。なんだよ、謝れって。何も謝ることなんかねえよ。ダメなのはてめえだろ。話題出すなんじゃねえ。こっちが言ってんだよ、話題出すなって。俺が言ってんだよ。関係ねえやつが口挟んでくんじゃねえよ、バカが。なあ、空気乱すなよな、本当に。楽しくやってんのに。いや、関係ないでしょ。別に買いたきゃ買えばいいじゃん。俺には何の関係ない。俺と便所さんが契約してんだから。知らねえよ。文句があんだったら便所さんに言えよ。俺のイベントじゃねえんだから。出るか出ないかを決めるのはお前らじゃねえだろっつってんの。バカかよ。楽しみにしてんだったら口挟むんじゃねえよ。文句言うんじゃねえよ。あとは俺の試合だけ見なきゃいいだろ。何興行って。俺興行主のプロモーターでも何でもないもん。俺選手だよ。選手に文句言うなよ、興行の。理屈なんかわかんねえよ、てめえのごたくなんかよ。ね、やだね、4号ね。
大体てめえでやることもねえからさ、人様の生き方に指図することしかできねえんだから。しょうもねえ、本当に。別に俺リスナー増やそうと思ってやってないから。ねえ、やる気が失せるよね。お前は買わねえんだろ、関係ねえだろ。お前買うのかよ、ステッカー。関係ねえじゃん。なんでおめえにとやかく言われないといけないの。お前買わねえだろ。買わない人間にとやかく言われたくないから。関係ねえじゃん。買いてえやつが買ってんだから。買わねえやつに何言われてもしょうもねえだろ。なんで俺が貢献しないといけないの、客の。バカなんじゃないの。そんな契約じゃないけど。バカすぎるだろ。契約の意味わかってる。俺は2分2ラウンド、直樹兄さんとボクシングルールで戦う契約なんだよ。客もてなさないといけないなんてねえよ。文句があるんだったらチケット買うな。文句があるんだったら俺の試合だけ見なきゃいいだろ。なんで俺がもてなさないといけないんだよ。バカなんじゃねえの。金払ってるやつが偉いと俺思ってねえから。知らねえよ。俺の都合じゃねえだろ。俺の都合じゃねえだろ。なんで俺が客に媚びなきゃいけねえんだよ。だから俺が出ない方が捨て頃客集まると思ってんだったら出さなきゃいいだろ。はあ、言ってる意味わかんねえのかな。いや、見たきゃ見ればいいし、見たくなきゃ見なきゃいいだろ。ただそれだけだろ。俺が言ってんのは、どうのこうの、客に言われる筋合いねえっつってんだよ。客になんかとやかく俺の生き方否定される筋合いもないし、自分で決めっから、文句があんだったら見に来んなっつってんだよ。わかるか？で、捨て頃に文句があるんだったら俺に言うな。俺の企画じゃねえよ。別に来なきゃいいだろ、文句があるんだったら。どうせチケット買わねえやつがグダグダ言ってるだけなんだから。言いたきゃ言えばいいじゃん。何も間違ったこと言ってねえよ、俺は。文句があるんだったらみんなっつってんだよ。なんで俺が頭下げねえといけないんだ、こんなゴミクズに。うるせえよ。見たくなきゃ便所でもどこでも行けっつってんだよ。タバコでも吸ってりゃいいだろ、人の試合で。閲覧見なきゃいいんだから。言ってること何も間違ってねえだろ。
そんなに文句があるんだったら代わりに俺出せって言って出してもらえばいいだろ。いや、いらない。35号。いらない。お前の応援とかいらない。お前金持ってねえから。いらない。うるせえな。何の関係があんだよ、32号。やる気のないのなら辞退しろよじゃないけど、やる気があるともないとも言ってねえだろうがよ。てめえに指図される筋合いねえっつってんだよ。言ってる意味わかるか？日本語わかるか？まあわかんねえだろうな、バカだから。あれはどっち？知らないよ。別にフォロー外したきゃ外したいじゃん。うん。連絡取り合ってねえんだから。うん。フォローしてくれる人を大事にしてくれりゃいいんじゃないの。なんで俺がフォロー外した人のこと考えないといけないの？こんばんは。次枠っていうか、これ4時間やるよ。アイスー、こんにちは。声好き？ありがとう。ありがとう。面白かったね、伝説の92ね。あれはすげえ面白かったよね。うん、あれはいい枠だったね。ネタが面白すぎるもんな、あれは。俺も腹抱えて笑ったよ、あれは。こんばんは。明日仕事なんだ。月曜日だもんね。楽しんでいって。いや、ネタもいいネタ見つかったら紹介するよ、配信で。
35号、ごめん、うぜ、消えて。何々したら花火投げてもいいっていう、お前の態度と人間性が嫌いだわ。黙って投げろ。お前と別に俺仲良くするつもりないから、お前の人間性が嫌いだわ。俺は普通に黙って投げてくれてね、そういう人たちに支えられてきてんだよ、ずっと見守って。俺のやることなすこと、何々したら花火投げてやるっていう、お前の金で何でも解決しようとする人間性が大っ嫌いだわ。お前は、俺はお前と付き合いたくねえ。金があれば人間のね、意思とか行動をお前がやってんの、札束でビンタしてんのと一緒だよ。俺はそういうの嫌いだから。俺の活動に応援してくれてる人たちに失礼だ、謝る。こんばんは、ハートありがとう、ハートありがとう。頑張るよ、51号さん。ありがとうね、頑張るよ。パフェありがとう、こんばんは、54号さん。ありがとうね、こんばんは、楽しんでて。いらっしゃい。こんばんは。はい、ワード2。いらっしゃい。はい、お疲れ。57号さんいらっしゃい。お疲れっす。違うよ、あれだよ、花火投げられない人はクズっていう意味じゃないよ。普通に応援してくれてる人は大事だからね。応援してフォローしてくれて、コメントで盛り上げてくれる人は大事だよ。ただもしこの放送を守りたいなって思ってる人がいたら、少しでいいからアイテムちょうだいって俺は言ってんだよ。そうじゃなくて、アイテムも投げない、文句は言う、フォローもしない、そういうのゴミだっつってんの。映画最近見てないっすね。文句があるやつにね、俺はなんかこうアイテム投げたらこれしろあれしろっていうやつが人間性が嫌いな。ありがとうございます。31号さん、グレート花火ありがとうございます。おいっすー、楽しんでってね。ありがとう31号さん、ありがとうございます。のんちゃん寝てるよ、のんちゃん寝てる。キツネのメリット、いや別にコメント走るとかない。オフパコ、オフパコ全然やったこと数回ぐらいじゃない、今はないけどね、彼女いるから。昔はまあ何回かあったけど、配信者とか多かったかな。配信者が多かったね。いや浮気っつうかね、好きな人がいたら普通しないでしょ。のんちゃんと同棲してるわけじゃないよ。これ32歳。生主経験者って何？結婚の予定はないね。まあ、配信じゃね、安定した収入にならないし、家族が許さないでしょ。これ、スターウォーズ、これ、これコンドーム入れ。
これコンドームケース。これはそうだね、誰かもつるむとか、誰何々ファミリーとか全く入るつもりないし、俺はつるむつもりないよ。慣れ合い配信とか面白くないから、うん、ニコ生やってたね、うん、ホームアローン2懐かしいね、懐かしいね、ホームアローン2、あれクリスマスツリーかなんかじゃなかったっけ、の飾りかなんかだよね、うん、あれはいい映画だよね。懐かしい、ホームアローン。お疲れ。カルキン？カルキンくんって何？これはね、ネックレスアレルギー起こんないね。シルバーアレルギー起こんないな。マコレカルキンって言うんだ。婚約はしないね。俺はまあいいのいいのよ。いいの。のんちゃんの家、のんちゃんお嬢様だから。こう見えて。あ、カルキンくんってホームアローンの子役の子のこと言うんだ。うん。俺は天才じゃないよ。本当の天才何人も見てきた。俺は天才じゃない。あ、グーニーズ見たことないんだよね。ゲームはやったことあるんだけど、今度見てみるよ。うん、彼女いるよ。ありがとう。彼女で47ね。50じゃないよ、まだ。お母さんと変わらない？好きになる人がたまたま年上なだけよ、うん、年上だから好きってわけじゃなくて、好きになった人がたまたま年上だっただけ。もともと付き合った頃は35って嘘ついてたからね。のんちゃん生ポじゃないよ。のんちゃんお金持ち。初めて買った CD は米米クラブだったかな。8ミリ CD、 あ、紙のパッてやるやつ。米米クラブだぜ。全然聞いてなかったね、うん、俺が自主的に買った、親かなんかツタヤかなんかでどれか欲しいのあったらっつって適当に選んだ米米クラブだったんだけど、自分から買ったのはね、グリーンデーのマイノリティってやつだね。グリーンデーのマイノリティっていう少数派って意味だね。アプレージュLHS to the underworld。 あれはいいアルバムだったね。ロマン飛行じゃなかったと思ったよ。グリーンデー、グリーンデー、グリーンデーは全部買ったかな。英語喋れないね、俺は。ドリカムだった。マイノリティ聞かせろ。グリーンでマイノリティ弾けるかな。
けるかな。で、This is only it. Emergency evacuation protest may impel your ability to operate. Can't quite tell just why in the piece of me if I believe it. なんだっけ。Was me for my bumper sticker. Warning, now it's a warning. みたいな感じじゃなかった？ I said a warning, now it's a warning. It's alright.バーナん？懐かしいよね。Smells like a teen spirit. インターフェースはね、ヤマハの AG03。あ、俺はパンクスだからね。俺はもともとゴリッゴリのパンクスだよ。はい、こんばんは。今でもパンクスだと思ってるよ俺は自分のこと。久々に来てくれた？ありがとう。楽しんでって。忙しかったのかな。若い頃の方が尖ってたかな。これ17歳の頃ね。これが17歳の頃。なんでドキドキするの。俺のこと見てたらドキドキするの。あの髪型はだからあのパイナップルみたいなんだよ。あの下ろしてるときは、うん、買うって。セガル T シャツ了解。 OK。 告知は放送でするよ。告知は放送でする。
訓には別に全然する方だけどね。好き？じゃあいつか会えるの楽しみにしてるね。どっかで会えるといいね。なんかマッシュルームカットみたいになってるな。髪の毛伸びてきたな。だいぶ伸びたよね。ノーフューチャー。捨て頃、今度ね、3月の、25日金曜日、リスナーさんが見学できる、格闘技練習会やるんで、もしリアトしたい人は横浜でやるんで、来てください。ここに座って、ヒカルくん、テルチャンピン、俺、達彦で、枠回しに鮫島さんが来てくれます。あ、バンド名は言えない。ちょっとごめんね。バンド名は言えない。なんでてめえの名前が入ってんだよって。 いや、だってメンバーに迷惑かかるから。大好き、ありがとう。俺も俺のこと大好きな人大好きだよ。同じ同じ。彼女と別れないかな。ありがとう。グレート花火ありがとうございます。ありがとう。前衛的でいけって言われたもんね。俺は俺でいるだけだよ。俺は俺だよ。俺は俺。なんでババアがいいの？俺は感性が合う人っていうか、俺はやっぱアーティストだから。感性が合う人がいいのね。まあ、のりこの感性と俺の感性があっただけでしょ。はいよ。俺の感性とのりこの感性があった。のりこの生き方は美しい。俺は美しいものが好きなのね。美しくないものは嫌いなの。今まで変態エッチ体験特にないよ。ノーマルだよ俺は。変態なセックスはしないよ。ただね、人とセックスが違うって言ったら長いかもしれないね俺は。 1回のセックス前戯だけに40分っていうか、ま、前戯が長いかもしれない。40分じゃないんだけど、本当は。もっと長いんだけど、行為が始まってから、俗に言うみんなが言ってる前戯っていうのが40分ぐらいあるかもしれない。長いのよ。シックスナインが好きなんだ。意外と淡白ではないけど。本番はそんな長くないね。フェラが長いじゃん。俺がする前戯が長いの。クンニが長いの。
見た目は気にしないっつったら嘘になるでしょ。見た目は気にするでしょ。みんなそうでしょ。男で顔気にしないって言っても多少するだろ。臭くはないよ。チンコの皮は伸び伸びなのは本当だけど、臭くはない。見た目は普通気にするだろ。いや、上がってるよ、みんな知ってるよ。俺のマグナム。44口径。好きな部位は鎖骨とかかな。太もも、内ももとか。こんばんは。女体は好きだよ。全体的に。太ももの付け根とか好きだね。のんちゃん元気ないね、あんまり。いや、どうやって検索したらいいか分かんない。でかすぎてドリルって呼ばれてるからね。チンコがでかすぎてドリルだって呼ばれてるからね。貫かれたら終わり。のんちゃんのどこが好き？いや、全部。見え向きの後ってかっこいい。二つのだよね、見え向き。見え向きはちょっと俺の心のノートに入れていい？見え向きの和道って入れていいの、南部式現状かっこいいよね。あ、南部式から来てんのか、ニュー南部って。警察官に支給されてたニュー南部って、あれ新しい南部って意味なのか。今気づいた、ニュー南部。あれ新しい南部式って意味か。今ニュー南部じゃないでしょ。ヒゲ好きだよ、のんちゃん。のんちゃんはヒゲも好きだもん。のんちゃん綺麗な人だよ。のんちゃん綺麗だよね。もう2ヶ月ぐらいセックスしてないね。全然セックスしてないね。のりこ。かわいいでしょ。まあ、溜まってるっちゃ溜まってるかな。オナニーするよ。のんちゃんかわいいでしょ。あ、起きた。のんちゃん起きたの。みんなのんちゃんかわいいって。おかずはのりこだよ。おかずはのりこ。免許俺は持ってない。付き合って9年で5回しかセックスしてない、すごいね。それは、え、それはすごくない？逆に付き合って9年で5回、え2年に1回セックスするペースなの？すげえな。
ねえ、のんちゃん、オナニーのおかずのんちゃんだよね。決まってるなんね。あ、違う。夜の営みに対して薄いじゃん。回数が少ないのね。3分の1ぐらいの。で、風俗が発展してるからっていうのが原因らしい。性風俗が発展しすぎてんだって。世界に比べて。だから、セックスの回数が少ないの。欧米に比べて。ああ、そうなんだ。仲はいいんだけど、もうセックスしないんだ。それは考えられないな、ちょっと。いや、風俗ないと犯罪増えそうっていうか、風俗が発展してるから出生率が悪くなってんじゃないの。わかんないけど。のんちゃんはスケベなのか？のんちゃんはスケベじゃないよね。なんだろう、なんで最近枠やってると眠くなるんだろう。病気なのかな。体調悪いよな。女の人ね、セックスすると綺麗になるよね。すぐわかるよね。最近タロニーばっかりしてんな。 え、何？旦那さんとセックスは10年で9回しかないけど、便所太郎さんでオナニーすんだ。タロニーはよくわかんねえな。M と S とかどうなんだろう。のんちゃん、俺 MS どっち？ M？ なんか俺セックスで M と S になんか2つで考えるっていうのがよくわかんないんだよね。いや、すげえ眠気が来るんだよね。のんちゃんだと絶対立たない。考えられないね。のりこはすごいよ。ねえ、のんちゃん。おっぱいプリンプリンだよね。おっぱいプリンプリンだし、スタイルいいのに。言葉攻めするよ。え、なんでのりこで立たないのかよくわかんないんだけど。なんで？逆に聞きたい。なんで？こんなにいい太ももしてんのに。なんで？花粉症かな？眠気。すっごい眠いんだよね。こんなにいい体してんのに。のんちゃん、E カップだっけ？ E カップ。のんちゃん、E だね。はい、ワードツ。いや、本当にね、脳が疲れるっていうか、すげえ眠いんだよ、最近。枠開くと。すぐ急激な眠気が来んの。これ一体何なんだろう。のんちゃん貸さないよ。俺ののりこだよ。ね。俺ののりこダメだよ。なんなんだ、すごいね。眠くなるんだよね。しかもあれだよ、寝起きなんだよ。ぐっすり寝たんだよ。ぐっすり寝たのに、なんでなんだろう。全然意味わかんないんだよな。疲れるのかな。狐枠を体が拒絶してんのかな。どうなんだろう。なんでか分かんないな。なんでなんだろう。
セックスしてないからこれで終わりのじゃ終わんないよね。いや、キツネやめたらやめたで、なんか盛り上がんないんだよ。コメントが止まるとやりづらくてさ。やっぱりレスポンスはなんだかんだ欲しいから。億万長者になることをノリコどっち取る？俺はノリコ取るね。ただ、配信とのんちゃんどっち取るかって言われたら俺は配信取るけど、金持ちになることとノリコどっち取るって言ったら俺はノリコを余裕で取る。だ、配信とのんちゃんどっちか選べって言われたら俺は余裕で配信選ぶね。はどうだよ。いや、アイテムは別に飛ぶ飛ばないとかじゃない。コメントが来なくなるね。のりこより配信かな。それはのんちゃんには伝えてあるね。それはもう、配信が俺自身だから。配信イコール俺だし、配信やってない俺はもう俺じゃないから。それはのんちゃんも分かってくれてるからね。そうだね。配信の金だね。そうだね。早く結婚したら、結婚する？のんちゃん。結婚する？結婚してんの？誰と？もう結婚してるんだって。広いところは無理よ。解消ないから。ハートありがとう。ラジオ代わり全然いいよ。のんちゃんこっちおいで。え？なんで？のんちゃん声が可愛いんだよな。声可愛くない？のんちゃんの。俺声フェチなんだよね。声フェチなんだよ。声が可愛いんだよ、のんちゃんの。のんちゃんの声聞いたことない？のんちゃん挨拶して。はい。のりこです。皆さんよろしくお願いします。ねえ、不思議な魅力でしょ。まあまあね。でもほら、のんちゃんものんちゃん実家があるから、これかわいいよね。のんちゃんの声がいかに可愛いのかっていう彼女自慢。彼女自慢。世界ののりこをお披露目してた。世界ののりこ。のんちゃん47。のんちゃんは47歳。47。のりこ。服のセンス良くないよ、全然。服持ってないもん。ラブラブ。え、って何？うなちゃんマンが1個上じゃなかったかな。まあまあ若いよね、見た目。のんちゃん。
いや、スノーじゃないけど。のんちゃんにプレゼントありがとう。ハートありがとう。すげえ、ハート50個ありがとう。俺喧嘩弱いよ。あ、これ便所太郎さんに取られたのんちゃんだね。こんな感じ、ちっちゃいのちっちゃいの、わかる。これ便所太郎さんに盗撮されたやつ、ちっちゃい。デコが広いのは俺だよ。濃いの、のりこは結構弱いよ。てか喧嘩はダメ、全然ダメ、話にならないぐらい弱い。俺は西新宿だね。あ、のんちゃんの拳砕けたかんね。パンチはそんな下手な方だとは思わないけど、ボクシングはそんな下手じゃないと思うけどね。蹴りが下手だと思う。好きだから。ありがとう、グレート花火、ありがとうございます。ありがとう、31号さん、ありがとうございます。いや、のんちゃんはのんちゃんだから、昔からのりこはのりこだよ。いや、俺酒飲まない、リスナーさんとも会わないし。うん、リスナーさんと会うのは俺やってないし、そもそも酒飲まないから。うん、飲まないっすね、僕コミュ障なんですよ。ねえ、ありがたいっすね、本当にありがたい。アイテムないと死んじゃう。メガホンの不正はもう終わったよ。運営さんが対処終わった。それはなんか格闘技にはいらないって言われて、うん、筋トレはしてないかな。インナーマッスルとかコアマッスルは鍛えてるけど、筋肉自体はいらないらしいよ。また水増しあったの、まだ終わってないんだこの事件。俺は年取ったよ、だいぶ昔に比べたら。だいぶ年取ったよ、うん、セブンチビッコ、あ、セブンさん、セブンさん身長俺よりも低いかもね、うん、こんばんは、いらっしゃい。セブンさん確か俺よりも身長低かったかもしれない。
YouTube 何年前の、あ、 YouTube やってた頃の写真出そうか。俺が YouTube 自分でアップロードして YouTuber 活動やってた頃、ちょっと見てみようか。探してみるね。待って、3年前、いつくらいだったかな、あれ。痛い、ちょっと待って、ちょっと待ってね、探すから。年、取っても変わらない顔かもしれないね、顔的には。画質、いや、画質は YouTube の方が画質はいいんだよ。だってあの配信の方が画質は悪くなるから、ウェブカメで撮るわけだから、逆逆、配信の方が情報は劣化するんだよ。あれ、 YouTube やってた時のどこだろう、そんなに変わらないかもね。どこだろうな、 YouTube やってたのだいぶ前だからな。これがね、あったあった、これが2014年の俺、2014年の頃の俺があったわ。そんなに変わんないと思うよ。ちょっと待って、今映すね。これが2014年の俺だね。あんまり変わってなくない？うん、ちょっとまだやっぱり若いよね。うん、若い、だいぶ変わったでしょ。これは2014年だね。そう、坊主だった頃。うん。そう。ほら、若いでしょ。うん。これが2014年。うん。メガネないでしょ。うん。そうそう。これがニコ生デビューした時の頃かな。これがニコ生デビューした時の俺かな。変わってなかった。あったあった、ごめんごめん、YouTube やってた頃多分ね、これのことだと思うわ。多分これのこと言ってんだよ、リスナーさん。これが2013年だね。これでしょ？多分。多分これのことだと思うんだけど。これが2013年だから、5年前。うん。うん、まあ、変わってないでしょ？変わってなくない？まあまあ、黒髪で短髪で、この頃ワイシャツ着てたよね。うん、まあ今と別に変わんないと思うけど、うん、変わんないでしょ。変わってる？いや、髪型ぐらいじゃないの。クリエイターっぽい、ふさふさ、ふさふさって、いや、おでこ変わってないよ、この頃。変わってないじゃん、でこ広いじゃん。ふさふさではないでしょ。いや、判決5だよ、判決5。チャラ男にはなってない。
いや、髪型でしょ？髪型。死ねっていうのは良くないよ。のんちゃんの昔の写真みたいのあるかな。のんちゃんの若い子の写真。ちょっと待って、のんちゃんの若い頃、のりこの若い頃、のりこの若い頃ちょっと今パッと出てこないね。のりこの若い頃はパッと出てこないね、出てこない。のんちゃんのこと見とるって言ってもね、まあまだ若いからね、いいんじゃん。見とるも何もずっと寝てるだけでしょ、今と変わんねえじゃん。今だってずっとベッドの上に寝てんだから。目がね、はいはい、目がね取ったよ。髪切りてえな。髪切りたい。全然変わってなくない？いや、キノコヘアになってんだよね。そう、髪切りてえわ。もう文ちゃん今ね太ってキューピーちゃんみたいな体型だからね、インスタにはアップできない。髪型ちょっとやばいね。整えてる。ヒゲがなかったらなかったで文句言われんのもん。ヒゲないと怖いって言われんの。ヒゲないとサイコパスだって言われるから嫌なんだよ。なんか目つきが怖くなるんだって。ヒゲあった方がいいよね絶対ね。怖くない？なんか怖いでしょ。ヒゲあった方がいい人もいるんだよ。怖くない？なんか、いや怖いって言われるんだよね。あった方がいいっていう結論に達したんだよ。俺はキューピー体型の方が好きだね。ムチッとしてる方がいい。俺スプーン曲げとかできるよ。スプーン曲げ得意だよ。どこまでがもうちょっと今来てよ。
じゃあ太ももチェックしよう。のんちゃんおいで。今身長何センチで体重何キロ？それ来て。うん？別に太ってないと思うんだけどね。気にしすぎだと思うんだけど。じゃあ60キロになったら？そりゃ太りすぎ。のんちゃんの体型では。ちょっとここに立ってよ。うん。チェックしよう。太ってるかどうか。別に太ってなくない？お腹出してみて。横向いて。別に太ってなくない？横でちゃんと出してみて。ちょっとまあまあ別に太ってないよね。うん、どうみんな。今48キロ。痩せたじゃんだいぶ。横はちゃんと横向いてお腹出して。じゃあお腹背中が見えてないから。背中もっとめくってって。別に太ってないよね。別に太ってなくない？うん、ありがとう。普通だよね、うん、ちょうどいいよね、うん、でも本人はもう本人気にしてるんだよ。俺はスタイル抜群だよ。このスタイル抜群だよ。腹筋バッキバキだ、ほら、うん、ねえ。女子プロレスラーって言ったじゃん。いや、2キロ太ってた頃はね、前ガリガリだったもんね、うん、俺痩せた方がいい、うん、すいません。お前がキューピー俺がキューピーちゃん、うん、頑張るわ。じゃあ、うん、じゃあちょっと頑張るわ俺は。だってもうおっさんだもん俺。お腹出てるか、ちょっとね、ちょっと頑張るぞ。わあすげえ、ハート花火10個ありがとう。ファンタスティックファンタスティックファンタスティック、ありがとう。何、ありがとう、誰、ありがとうございます、ありがとう。うおー、すげえ、ハートファンタスティック。お腹出したらかな、お腹出したからかな、多分お腹効果じゃないこれ。これそれでもだいぶ痩せたんだけどね。お腹雑談やる。お腹雑談、あと3キロ痩せるの。なんじゃあと3キロ痩せるの。うん、お腹雑な、排水口みたいな乳首じゃないです、やめてください、うん、排水口じゃないです、うん、いや毛生えてるよ。二人の腹だけ。いや、さっき腹映したじゃん。のんちゃんにフェラしてほしい。俺もフェラしてほしいよ。俺の方がのんちゃんにフェラしてほしいよ。ふざけんじゃねえよ。俺の方がのんちゃんにフェラしてほしいよ。バーカ。A カップ、B カップぐらいあるね。やから先輩の放送見たことないから別に何も思わないけど。アウトローの人でしょ？ヤクザの人でしょ？絡み一切ないし。ニコ生の配信者？わかんない。見たことない人とか絡んだことない人は言わないよ俺。
最後にいつフェラしてもらったのじゃん。最後いつ？ホテルいつ行ったっけ？あれホテルいつ行った？先週？先々週から俺フェラされてないの？マジかよ。先々週から俺フェラされてないの？もしかして。マジで言ってんの？それやばくないのじゃん。あ、そっか、ノロウイルスにかかってたのか、俺。うん。それはダメだな。愛の営みがないね、全く。いや、やられたも何もあれだよ、裁判までやってんだよ。やられたも何も裁判までやってんだよこっちは。でも裁判知ってる人からすると和道の勝ちなんじゃないのって普通に言われたけど、向こうが刑事で前科ついて、向こうが民事で訴えて、向こうが民事取り下げたわけだから。初見さんいらっしゃい。のんちゃんフェラしてくれるよ。生物理工、生物理工って何？生物理工っていう単語を聞いたことがないから、ハテナマークだね。どんなイメージっていうとハテナだね。生物理工っていう感じ。向こうは有罪だったと思ったよ、確か。そりゃそうでしょ。だって家に来いって言って家にリアドしたら刃物出されたんだよ。それ有罪でしょ、どう考えても。直接話するっていうことになって家にリアドしたら刃物出してきたんだよ。それは有罪でしょ。うん、そんなん通用するわけねえじゃん。それは誰がどう考えても有罪だろう。はい、ワード2。まあタイプだったね。今日フェラしてもらえたら嬉しいな。何剤になったんだろう。いや刃物だから何なんだろう。ちょっと何剤か分かんないけど、何剤かは分かんない。向こうが刑事でなった。何なんだろう。傷害じゃないしな。銃刀法違反か？出したくなった？いやいや、常に出したいよ、男は。男はセックスはいつでもしたいんだ。BGM スムースフリクション。絡みがあるも何も配信始めるきっかけが俺だったんだから、絡みもクソもないじゃん。配信始める前の知り合いなんだから。
女の方がエロいわ、そう思う。セックスもめんどくさかったな、俺はしたいんだよ。賢者タイム、あのね、俺ね、セックスし終わった後に女の人にいなくなってもらいたいっていう人いるじゃん。あれがわからない。セックスした瞬間にその帰ってほしいっていう人いない？たまに。俺逆なの。セックスした後イチャイチャしたいタイプだから、だからそれがわかんないんだよね。あの女うざくなるっていうか、射精した瞬間さ、あの。浅井さん元気だよ、うん、ていうかさ、なんで俺の BGM をお前に教えねえといけねえのかよくわかんないんだけど、てめえで調べろよ、うん、なんで俺にそんな義務があるんだよ。めんどくさいわ。シルバーは別に飽きてるわけじゃないよ。シャザマ？シャザム？俺無職じゃないと思うけどな。知らない、フェラしてるとき何考えてる？知らん知らん。あ、そんなのあるんだ。へえ。へえ。これ便利だね。すごいな、今。要は、Google 音検索みたいな感じか。それ便利だね。うん、いや、だって、あなたより稼げてるけど、95さん。部屋に引きこもって雑談やって稼げてるんなら別に良くない？なんで働かなきゃいけないの？いやだからなんで働かなきゃいけないの？働きたくないもん。なんで働かなきゃいけないの？だから仕事しろじゃなくてなんでって聞いてんの。なんで働かなきゃいけないの？稼げてんだからいいじゃん。ねえ、年収いくらぐらい？200万切るぐらいじゃないの？そう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 。ねえ、うざいよね。知らない。あのあれでしょ、あのアマゾンエコーとかそういうやつでしょ。あれはあのビッグデータが欲しいらしいよ。翻訳機能に力入れたがいいらしくて。風船ありがとう。この番号、いやならないね。パチンコはもうやめた、うん、収入あればっていうか、俺はそもそもニートとか別に無職とか生活保護者がいていいっていう派だから、うん、働きたい人が働いて、働きたくない人は働かなくていいじゃん。
他人の人生に他人が口出すっていうのが俺よくわかんないので、例えばなんだけど、まあ息子が働いてない、息子を食わせるのが大変だっていう親が言うならわかる。親が働きなさいっていう、要は生活厳しいからっていうのは、いや 100% わかるの。ただ何の関係もない人に働けとか意味がわかんないの。そう、人それぞれだから、あの何、養ってる人だけでしょそれを言っていいのは。国民の三大義務の意味が分かってないんだよ。あの義務条項意味分かってないでしょ。あれは国が働きたい人に働く職場を担保するって意味だよ、勤労の義務っていうのは。甘えって何、何が甘えなの。いや、トツかけてきなよじゃあ、うん、何が甘えなの。リスナーイコール親ではないでしょ、うん、いやっていうか人の生き方に基本的に俺は口出すやつは頭おかしいやつだと思ってる。基本的にその人の生き方に口を出すことなんて人に権利なんてないと俺は思ってる。別に言う分には構わないよ、配信者だから。だから命令されたら気分悪いじゃん。みんなだって言われたくないでしょ。ねえ、楽、楽しみながらお金入るの別に悪いことじゃないじゃんね。俺楽しくてお金入ってるからいいじゃん。ねえ、みんなそれぞれの生活があるんだから。来週サポートドラムしてよ。もちろんギャラ出すよ。いいよ。いいよ。え、だけど告知をしていいの？こういう活動やってますっていう風に言っていいの？配信回したり YouTube 撮ったりとか。サポートドラムいいよ。だけど俺下手だよ。フィルインとかも微妙だし、8ビートぐらいなら叩けるけど、8ビートのフィルも簡単なのしかできないよ。うん、満足じゃないよ。それでいいんだったら、俺でよかったら全然出るよ。練習全然してないけど。ドラムが狂うとバンド自体狂うから結構大変だよ。エアドラムでいいの？いや、だったらいらなくない？エアドラム、あの当て打ちでしょ、難しいよ。生活保護多くもらってません。閲覧水増してないよ。いや、グレーじゃないでしょ別に配信業は。ドホワイトでしょ、ドホワイト。エアドラムだったら別にいらないじゃんね。金出すのもったいないでしょ。いや、さすがにギャラもらわないと行きたくないわ。ふわっちなくなったらなくなった時考えるけど、まあ YouTube とかでいいじゃん。タバコはまあ1000円ぐらいまではやめるつもりない。直樹兄さん勝ちに来るから気をつけろって当たり前じゃん。ワド、アドバイスがある。捨て頃のアドバイスだ。直樹兄さんは勝ちに来るぞ、気をつけろよって。当たり前だよ、そんな誰も分かってることだよ。みんな勝ちに来るんだよ格闘技は。何そのアドバイス。分かってるよ、分かってるから練習してんだよ。俺も勝ちに行くんだよ。気をつけろってなんだよ、どう気をつけんだよ。分かってなかったの一人だけ。意味が分かんないよ、どういうこと。金梅さん勝ちに行ってたよ、金梅さんですら行ってたよ、うん、
ああ、了解です。了解です。練習したよ、トレさんと。おととい、見と思ってもらったけど、見る？最新の和道の練習見せようか、じゃあ。真っ暗だからね、ちょっと見えづらかったよね。まあプライベート用に撮ったやつなんだけど、プライベート用にちょっと、まあ YouTube にアップしちゃおうね。それ見せようか。ちょっと待ってね。いくよ。よいしょ。これね。今はこんな感じだね。まあ、こんなのこんな感じだね。この公園は有料の撮影は禁止だけど、プライベートは OK。 むしろ税金だからプライベートの撮影が許可取れないとかないよ。ではテレビ的な撮影とか有料の撮影がダメ。個人で使う分には問題ない。そうそうそう、黒癖つけて。そうそうそう、今こんな感じかな。カウンター今の怖いの。今入ってる。それが怖いから。え、右、それそこから左。まあこんな感じかな。うん、悪くない。まあまあこんな練習してます。ドレさんに直々に、まあ前からずっと格闘技はドレさんに教わってるから、俺の格闘技の師匠だね。間違いなく師匠だよ。ドレ流、ドレ神拳だよ、ドレ神拳。知らない人、のんちゃんが後ろで見てる。寒いとか言いながら。11月のトレーニングでは体力ないから試合やめたでしょ。ごめん、日本語が分かんないかな。試合やめたの意味が分かんないね。生活保護完全マニュアル、生活保護の完全マニュアルだよ。いや、なんかね、眠気がすごい来るんだよね、最近。ガッて眠くなるんだよね。意識が途切れそうになるの。昨日一昨日から急に来るようになって。春だからかな。みんなもそう言ってんだよね。意識がふってこう、眠いとかじゃなくて調子が悪くて、喋ってる時にふとグーって眠くなるの。うん、本番弱いね。花粉もやばい。もう鼻もぐずってれば目もスパスパする。どれくらいの頻度？いや、まだ完成してないから、どれくらいの頻度もクソもないよ。いや、打つ、それもあるかもしんないね。春で打つかもしんない。なんか、ここ最近おかしいね。空気清浄機楽になるかもね。なる子かもね。いや、俺はもう全般アレルギー。花粉は全部やばいぐらい振り切ってる。ハウスダストが特にやばいんだけど、俺の場合は。杉だけじゃないよ、全部ダメ。超アレルギー体質。
いやー、4時間乾燥ちょっと厳しいかもしんないけど、アイテムの飛び具合見てダメだったらあと12分でやめるよ。いや、俺も本当にそう思うよ。71号さんと同意見で。別に、本人が、なんつうの、なんて言うんだろう。税金払ってないやつがいたとしても、税金払ってないやつを叩く権利は持ってないと思ってんの。他人が言うことじゃなくて、税務署とかが言うことだったり、罰則を受ければいいことだ。できることはリークぐらいでしょ。なんで、そのこんな公の場で税金がどうのこうのとか言われないといけないの。営業妨害だよ。鳥はね、アレルギーないの。鳥は唯一ないの。猫もひどい、俺はアレルギー。いや、空気清浄機欲しいんだよね。なんかおすすめのメーカーある？うざいよね。いや、他人のことを叩くことにしか関心がない人間っているんだよ。いや、余計なお世話どころかおせ、ねえ 何言ってんだこいつみたいな。オゾン発生器ってあるんだ。水増しはもう根絶することは不可能だっていうのが俺の考え方。不正と水増しは根絶することは不可能だけど、それを不可能だって割り切ったら運営さんはダメ。運営さんはね、運営さんはもう毅然とした態度で不正はバンにする。ただ不正、例えばゲームとかやってる人、スマホゲームとかだとよく案内が来ない。何月何日に不正者バン何百人しましたとかさ。だから新しい手で不正やってくるやつはいるから、どん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 そいつらを対処していくのは俺は運営の仕事だと思ってるけど、そういうこと、そういうこと、132号さんの言ってること、そういうこと。風雪のルフだよ、本当に。いや、本当にね、ネットだから何でもかんでもいいじゃなくて、ネットでね、言ってるやつら、逮捕してほしいよ、本当に。だって、配信、まあ、俺は配信者だから言われてもしょうがないけど、デマが横行するわけじゃん。普通に名誉毀損でしょ。大体さ、過去に行った犯罪のことを未だに言ってくるやつってさ、俺、罪償ってるわけですよ。でしょ？それをさ、掘り繰り返してずーっとネットで叩き続けるって、俺からしたら名誉毀損だからね。どうだろうね。もう俺ずーっと撮ってないよ。何ヶ月撮ってない？ 5 ヶ月撮ってないよ。リスは。すごいね。ツイキャスの方が水増しはひどいと俺は睨んでるね。ツーアイディアって何？ツーアイディー？ツーアイディーは問題ないって言われてる。それはバンの対象にならない。公式から見解出てるね。3アカウントまで OK じゃなかったっけ？狐じゃなくても言うやつは言うよ。大丈夫。まあ、そうだろうね。っていうよりもね、単純に羨ましいんだと思うよ。要は働けっていうやつは、自分は低所得で過酷な労働をしてるのに、なんでこいつは座ってるだけなの。要は、俺がトークで稼いでるとか、俺の苦労とかを一切無視して、側だけ見て、要はこいつはなんでこんな4時間で椅子に座ってるだけで数万円稼いでるんだっていう発想だと思うの。要はその発想だからそいつは収入が上がらないのよ。要は俺が苦労して何年もやってここまで来たんだっていう背景が見えないわけじゃん。要は仕事できないやつなんだよ。
要はなんで俺はこんな苦しまなきゃいけないんだっていう、自分を変えようっていう風になったらさ、そんな人のこと働けっていう必要ないじゃん。働くことを罰みたいに言うの俺やめてほしいの。お前働け、お前働けって。働くことは罰ではないから、もっと尊いことだから。で、俺は働いてるんだよ俺にとってこれ仕事なんだよ。そう、確かに見た目上椅子に座ってるだけかもしれないけど、ネタ作るのも大変だし、リスナーさんからアイテムもらっていかなら食えないんだよ。そう、自己責任でやってるの、人に言われることじゃない。友達いないかどうかっていうか、俺は友達いらないと思ってるけど、結婚式に呼ばれても断ってる、うん、俺は冠婚葬祭全部断ってる、うん、最近長時間放送やってないね。もうね、意識が途切れちゃうんだよね。俺は今その低所得階級の人は搾取されてると思ってるよ。そこに矛盾はないよ。だけどそれを変える運動とかを労働者がしない限り俺は変わらないと思ってるの。俺はその労働運動とかするよりも自分でその稼ぐ力を持った方が俺は効率的だと思ったから、そっちにシフトした。でも低所得者の人が何かあった時に生活保護とかありますよっていうアナウンスはやってるから、意義のあることはやってるつもりだけど、低所得者とか派遣社員、アルバイト、パート社員、これは全部搾取されてると僕は考えてますよ。だけどそれに満足してる人に対して搾取されてるよって、一緒に世の中変えようよっていう運動はしてない。別にその人が好きで選べばいいことだから。人間相手な感覚を持たないようにしてるね。減らるから。なんでかっていうと、ネットってもう好き勝手書けるわけじゃん。で、俺は意識を変えてほしいと思ってたけど、意識の高い人は勝手に普通の人間と話すように冗談を言ったり、リスペクトがあったり接することができるけど、ダメなやつにいくら言ってもダメだから、もうダメなやつにあんまり言ってもしょうがねえやと思ってる。ショーンの読んでる読んでる。まあ、なんで俺がその今のトークでマルクスの資本論を読んでないかっていう発想になったか分かんないけど、トマ・ピケティも読んでますよ。バガーありがとう、アイテムありがとう。逆にね、リスナーの特色、要はそれぞれの発言がない方がフラットに物事を聞けるね。ハートありがとう。俺はマルクスの思想じゃダメだなっていうふうに思った。マルクスはね、要はなんていうのかな、人間がこういうふうに動いたらこうなりますよっていうモデルは出したけど、人間の欲とかまでは計算に入れられてないっていうか、こういう正しい行動を全人類がやったら世の中格差がなくなりますよねっていう話にしか見えなかった。それはとっても尊いことなんだけど、そうそう、配信したことない人にとやかく言われたくない、うん、いや別に響かせようと思ってるわけじゃないから。っていうか社会と関わりがないってなんで勝手に決めつけてんの。ここで俺常に100人以上、200人前後、毎日8時間200人近くで、トータルすると数千人と関わってて、これが社会じゃないって言うんだったら、あなたにとっての社会って何って思うけどね、うん、あなたよりもよっぽど人と関わってるよ俺、うん、よっぽど人に影響を与えてるよ、少なくともあなたよりは、うん、でそれで響かないとか社会に関わってないって言うんだったら、あなたの言う社会が何なのか分かんないわ。歴史観がっていうよりもね、マルクスが結構変人だったのよ。そのマルクス自体がめちゃくちゃいい人だったらしくて、人格者だったらしくて、だから自分が全人類だったらっていうような感じだったんじゃないの。自分みたいに行動すればっていう話に聞こえちゃう。そうそう、それを言うならラジオもテレビのアナウンサーとかも座って喋ってるだけだぞって、本当にそうなんだよ。そう、
で別にこれが気に入らないっていう話だったらわかるけどさ、それが仕事にして何が悪い？アニメーターだって座って絵描いてるだけじゃんな、うん、そう嫉妬の塊にしか見えないんだよ。俺だって別に突射とかコラボ放送とかで人との関わりあるじゃんな。まあいいんじゃん。77号はどっか飛んでるんでしょ、もう。まあない頭で一生懸命考えたんだろうね。まあ引きこもりに見えてるんだろうね。まあ引きこもりなのは本当に引きこもりなんだけど、引きこもって経済活動をやって何が悪いっていう言い分ね。引きこもりは引きこもりだよ俺、うん、実際外あんまり出ないし。でもアニメも別にアートとかも別に部屋で仕事やる人っているから、シルバー作る人も、うん、でこんだけむしろ人と対フェイス2フェイスでさ、人と関わっていくビジネスをやってて、人と関わりがないとか社会性がないとか言われても、あなたの言う人との関わりがないって何って思うよね。うん、それは職種じゃん。だから人の職業にケチつけるってどういうことって感じよ俺が言いたいのは。アイテムもらって仕事にして何が悪いのって。いや狐のせいではないと思うよ、うん、いや狐じゃないと物を申せない人っているのよ。そうそう、漫画家はどうなるのとか、そう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 、そういうことね。うん、ニートの理屈だけは許さねえ。ちょっとごめん、よくわかんない。要は論法として間違ってて俺のことが嫌いってだけでしょっていう。本音で付き合える人の関わり、俺はなんか社会に出て別に本音で話せる人なんか数人いればいいと思ってるけどな。なんか誰にも彼にも本音で話せるっていう社会の方が俺おかしいと思ってるから、なんか一生涯に 2,3 人本音で話せる人がいればそれでいいというのが俺の考えかな、うん、それが100人いるとか 1,000 人いたいって思わないかな、うん、人間好きなんだけど人間大嫌いだね。誰よりも人間嫌いで誰よりも人間好きかも、うん、俺はここは本音じゃない。ごめんでいいやん、9号さん。俺ここは本音で別に話してない。うん、あ、嫌われる才能が俺にありすぎるんだ。うん、一般の人って誰ですか、あなたの一般の人って誰。ねえねえ、77号さん。一般の人って誰で、同級生に今の自分を語れますかって言ってるけど、俺あの半年前から同級生がリスナーで俺に花火投げてくれてんだ。言えますけど。言えますよ。なぜなら家に、小学生の頃家で歩いて10分のところにいる友達が俺に花火投げてくれてるから言えますよ、はい、で77号さんね、あなたの言う一般人って誰、同級生放送見てますけど、で花見投げてくれてますけど、冠婚葬祭に行かないのは俺の宗教的な理由ね。うん、めちゃくちゃだよな本当に。あ、それはね25号言ってる。え、一般社会は向いてないと思った俺は。バイトとかサラリーマンとか俺は向いてないって、俺のやる仕事じゃないと思ったからこれやってる。
宗教なんか冠婚葬祭って宗教儀式なんだ。で宗教嫌いなの俺、だから断ってる。うん、配信知らない人っていうか、そのなんつうんだろう、俺が別に何で稼いでようか他人に言う必要なくない？うん、いや聞かれたらインターネットで仕事やってます、自営業です、で終わりじゃん。普通じゃないかもね。普通じゃなくて何が悪いの？だからね、77号さんね、君には理解できない世界があるのよ。でここはここで成り立ってるの。君は理解できないかもしれないけど、君の考えだけが普通ではないから。で君にとっての普通を大事にしなよ。うん、君は俺らはこれで楽しいんだよ。うん、で生きていけてるから。原始仏教ね。いや普通の人生生きていけばいいんじゃないの、あなたが思う普通。ただあなたの普通を俺に押し付けるのは間違ってないって。俺は自分で楽しくて最高の人生を歩んでるんだから。うんでしょ、俺が最高だな、楽しいなって。でここにいる人たちも楽しいって言ってんだから、生きていけるんだから。仮に死んだとしても別に誰の責任にもしないよ。俺の人生が最高か最高じゃないかを決めるのはあなたじゃないよ。大丈夫、俺の人生全員やるわけがないから日本はダメになると思ってるんだったら政治家になりな。うん、で配信者ニート法案とか出しな。うん、政治家になりな、日本のこと本当に考えてるなら。いや、わかんないけど、なんだろうね。ちょっと価値観がわかんないね。そう、働く、なんか、日本はむしろ働かなくてもいいやつがいっぱいいるぐらい豊かな国だと俺は思ってるけど。俺の考えね。うん、年寄りが金持って、年寄りが孫とか息子をニートできるぐらい、貴族にするぐらい金持ってる豊かな国だと思ってる。自分の著書がないのが不思議。だってブッダもイエスも宗教ね、あ、まあブッダか、イエスは宗教を肯定してるけど、ブッダは宗教を否定してるからね。なんかその持論を展開するのは俺別に構わないと思ってるの。例えば俺みたいな人間が日本に増えるとどうダメになるのか、ロジックを書いてって言ってんだけど、論理性はないじゃん、感情論で答えてるじゃん。それあなたが思ってる感想じゃん。俺みたいな人が増えて社会俺は回ると思ってるんだよ。別に好きにすればいいと思ってるけど、全員俺みたいな生き方になれと俺は思ってないけど、仮にあなたのロジックで言ったとしても別に社会は回ると思ってるんだけどね。あなたの仕事の概念って何なの ?77 号さんの尊い仕事、尊い生き方って何?日本の仏教どうしてこうなったんじゃなくて、もともと中国から入ってきてるから、大乗仏教が入ってきてるのね。だからもともと仏教がそういうものとして入ってきてるから。元からそうなの。どうしてこうなったんじゃなくて、もともと。これフワッチだけで生活してるよ。フワッチだけではないけどね。ていうか別に人間なんだからさ、日本がとか社会がとか気にしなくてよくてさ、
別に幸せになるために生まれてきたんだから幸せになればいいじゃん。なんか100兆年後とかどうせ地球すらなくなってるぜ。般若心経義経じゃなくて大乗非仏説論って言って、あの俺は大乗仏教が仏説ではないと思ってて、般若心経は明らかにその仏教ではないから、うん、まあ関係ないよね。義経だよ、仏説ではない。まあ簡単に言うとゴーダマシッタルタはそんなこと言ってないってことね。普通って何か教えてあげようか。普通ってみんなが平均だと思い込んでる幻想なの、うん、普通な人間なんて世の中にいないよ。それは俺は知ってる、悟ってるから。普通な人間存在しない。普通の概念も10年ごとに変わるから、だからそんなのに振り回されても意味ないよっていう。大乗の元になる空の理論っていうナーガルジュナっていう人が 空論っていうのを書いたんだけど、ナーガルジュナっていうかね、俺はね大乗がすごい優秀だなと思うのは論理性だと思ってるので、空が間違いがどうかっていうよりも、釈迦が言ったなんていうのかな、ロジック論理っていうのがなかった。な、仏教っていうのは面白くて矛盾をするのよ、よく。でそれがなんで矛盾をするんだよっていう説明の方法原理を考えたのがナーガールジュナなので、でナーガールジュナのその空論っていうのは正しい大発明、ただその後の論理っていうのは俺は間違ってると思う、うん、だから簡単に言うと空は大発明だね。ただ釈迦は空を唱えてないからね。そうそう、普通とか一般的には世間ではってこいつ言いながら77号の意見でしょ、持論として言いなよって。世間のせいとか普通とか社会のせいにしないでお前の意見を言えよって俺は思う。俺は俺の意見を言うから、常にお前が思ってることを世間のせいにするなって思わない。まあ、今中流階級自体がなくて、所得400万500万600万とかの中流階級っていうのを維持できてるのって千葉県と東京都だけなので、それ以外の日本全国っていうのが中流階級なくなっちゃって、その200万300万とか以下の人と超大金持ちしかいなくなっちゃったのね。だからね、普通っていう概念ももう低所得者が一般、要はマジョリティになっちゃってるから、だから結局10年20年で価値観変わるよって言ったのはそこなのね。俺はアスペルガー症候群なのは公表してるけど、うん、アスペルガー症候群と ADHD 併発型。年収900万は日本では10人に1人ぐらいの金持ちだね。要は10分の1ぐらいのトップクラスだね。薬は飲んでないね。っていうかね、そのアスペに効く薬ってないんだよ。頭の IQ とは関係ないよ、アスペルガー症候群っていうのは。むしろ頭のいい人結構いるよ。これさ、ADHD かな？どうだろう？知ってるね。スパゲッティモンスター教団は俺、いいねボタンを押してるから、会員ですよ。信者です。
いやー、慣れてないでしょ。慣れてないでしょ、教授なんか。学歴ないんだから。頭は悪いよ。勉強はできなかったんだよ。いや、もちろんですよ。スパモン教徒ですよ。ドラム叩いてない。いや、太ももガブって噛みついた。元気出たね。知らない、ももくんって人が引退したかどうか。ももくんに聞いて。なんで俺が知ってんの？俺、空気読むの苦手だよ。俺、空気読むの苦手、苦手。バンドどうなった？いや、メンバーが集まんないね。夜ご飯っていうか朝ご飯はステーキだね。夜起きたから。そうだね、ポケモン欲しいね。強いポケモン欲しいね。いや、荒野は連絡つかないし、俺はね、荒野ギターボーカル、俺ドラム、便所太郎さんベース、まあ配信者でそこそこ知名度があって、まあ企画としてバンドやるのはこの3ピースありかなと思ってる。これ32。あ、ごめん。アクセサリーに関してなんだけど、俺、一般に販売するのやめたんだ。最低でも20万クラスで売るから。ごめん。20万から100万のラインナップで売るようにした。やっぱ安売りすんのやめた。なんかいろいろ考えたんだけど、やっぱり安売りはダメだ。価値が下がる。最低でも20万ね。いや、誰も買わなくてもいいじゃん、別に。買いたい人が買えばいい。
シルバーで高いの、あ、いや、あるよ、全然。ティファニーとか。いや、買いたい人が買えばいいんじゃん。完成いつ頃になるか分かんない。え、ティファニーのシルバーそれくらいするよ。クロムハーツとかもそれくらいするよ。全然。いや、プラチナじゃなくてもスルスル、ティファニーのシルバーの全然あるよ。検索してごらん。作るのやめたわけではないよ。うん。ただ価格帯を見直して、あの20万以上で売ることにした。20万最低20万、まあ、100万とかそれくらいで売る。シルバーグラム6円とかじゃないの。耳は液状だね。縄文人タイプだね。全然詐欺ではないけど、全然詐欺じゃないけど、欲しい人がいて100万で売って何がいけないの。全然詐欺じゃないですけど、むしろあの、あなたがその知らないだけでしょ、そういう世界を。何がいけない、100万で売って何がいけないの、シルバーを。何がいけないんですか。全然構わないでしょ。どこも詐欺じゃないよ。だお前みたいな人間に買ってもらいたくねえから、分かる人間にだけ買ってもらうために20万の価格にするっつってんだよ。見合わない技術量。何原価と技術量って意味が分かんないんだけど。俺が20万っつってんだから20万で買いたい人が買えばいいじゃん。何技術量って何、何を言ってんのあなたは。俺が100万っつったら100万だよ。うるせえよ。みんなに見せる必要なんかないじゃん。俺が身につけるだけだよ。普段から俺が欲しいもんつけるんだから、ここに身につけてるだけだよ。何億もする絵画とかあるじゃんね。じゃあ絵の具の原価代とか言うか。バカすぎるだろ。ねえ、何億もする絵画とかにさ、原価いくらですかっていうバカいる。そうそう、それが詐欺だったら、そのブランドも全部詐欺だよっていう。だから別に買わなきゃいいじゃん。誰も買わないけどって言ってるけど、買わなきゃいいじゃんっつってんの。価値のないものをいかに高く売るかが詐欺師のテクニック。それ詐欺じゃないから、だから。あんた詐欺で検索してごらん。価値のないものをいかに高く売るかっていうのはビジネスだよ。だって、限界よりも高く売るんだから。それが資本主義だろ。どこがセミナーの？だからそんなのは知らないっつってんの。俺が100万で売る、買いたい人がいたら買う、それでいいんじゃないの。なんでお前らが文句言うの。100万で買いたくないんだったら別に関係ないじゃん、客じゃないんだから。俺が言ってんのはそういうこと。買いたい人がいるんだったら別に話はするけど、100万以外で売る気ねえって。あったまきた。全部の LINE100 万で売るわ。あったまきた、あったまきた。はい、今20万で売りません。もう全部100万で売るわ。全部100万。頭きた。
あったまきたわ。あーイライラする。あったまきた。全部100万、100万以下のブランド出さない俺。頭きた。いいのいいの、もう100万から下げない。全部100万、全部100万です。はい、もうシルバーの話終わり。辛いね。いるよね、たまにいるよね。辛いよねそれは。買いたいもん買えばいいんじゃないの。一時配信、まあ仕事だからね、しょうがないでしょ、仕事だから。配信好きだからね。いや別に俺は平気かな、うん、俺は平気。そうだよ、うん、ねえ、アイテム全然飛ばなくなっちゃったね。ライラのこと意識なんかしてないよ。だってあいつが初めて俺に突かけてきて、コラボ放送初めて、要は論破放送みたいな、俺に初めて突かけてきてボロボロに論破されて、二度と俺にかけてこなくなったじゃん。もうだから無理でしょ、トラウマでしょ、この人は無理だってなったんだ、この人には論理で勝てないってなってるでしょ。いや本当だよ。ライラ赤っ端帰って泣きながら帰ってったよ。先月100万だね。今月どれくらいいくかな。シルバー一点物、うーん、一点物っちゃ一点物だけど、うん、100万ってあれだよ、ポイントだよ、100万ポイントだよ。現金にしたらそんないかないよ。100万ポイントだよ。バカありがとう、ありがとうね。
いや、バカありがたいよ。いや、なんかね、アイテム上がってるから投げなくていいだろうって思わないでほしいんだよね。みんなの力でさ、先月42位になったから、みんなのね、美課金勢も投げてくれないと困るんだよね。現金でいくらかは言わない。そうそう、細かく投げてくれる人が少なくなってくると困っちゃうんだよね。みんなアイテムよろしくね、応援してくれてる人は。引っ越しはしないかな、今のところ予定ないのよ。まあ、テルみたいにね、毎月ぶっ飛んで稼いでんだったら引っ越しとか考えてもいいけど。ありがとうございます。バーガー100個ありがとう。キツネさん、バーガー3個ありがとう。ありがとう。100万も稼いでないですよ、僕は。ありがとう。ありがとう。ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。まあまあ、人の収入とかね、好きだよね、みんなね。俺がいくら稼いでてもいいじゃない。わあ、すごいね。風船100個ありがとう。ありがとうございます。囲いとは違うけどね。俺は囲いっていう言い方嫌いなの。パフェありがとう。囲いっていう言い方あんま好きじゃない。囲いってもともと悪い言葉だから。いつからだろうね、ネットが囲いって言葉を擁護し始めたの。囲いって肯定的な意味でなんで使うようになったんだろう。俺ね、ツイキャスあたりからおかしくなったと思ってて、ツイキャスの生主ってニコ生のネットスラングさ、意味を分かってなくて使うんだよ。ニコ生のところ、囲い気持ち悪い、囲いうぜえとか、囲い、なんつうの、囲い帰れって言って、囲いは嫌だっていう風に言ってたのに、なんかね、多分ね、ニコ生が真似をして、囲いの意味分かってなくて、スマホ勢が。いや、囲いってファンのことなんだって思い始めたんだろうね。まあ、俺をファンって言い方がしっくりくるけどね。囲って叩くって意味じゃなくて、もともとアイドルとかいると、キャー、何々くんっつって発表して、その取り巻きでバーってサークルを描くじゃん。あれを囲いって言ってたの。で、普通のファンとか一般人に、何あれ気持ち悪いってうるさいとか、そういう意味だったのよ。要は、熱烈すぎて周りに迷惑をかける人って意味。要は、普通に見学したいのに、ガーって囲い込んで見えないとか、うるさいとか、一般人を押し倒すとか、ゴミを散らかすとか、そういう意味合いなの。だから、ファン属性なのはファン属性なんだけど、囲い込んでるから迷惑だって意味合いがついてたの。囲いって言葉の中には。だから、囲い込んで叩くって意味じゃなくて、囲いっていうのは迷惑をかける人っていうニュアンスがあったのが、いつの間にかそうじゃなくて、熱烈なファンっていう意味合いだけ残ったでしょ。熱烈すぎて周りに迷惑をかける厄介な人って意味だからね。そう。囲んで叩くって意味じゃないから。75さんも間違ってる。囲い込みをする人ね。だから普通に応援してくれて、普通に課金してくれる人はそういうことやらないでしょ。で、そういう属性の人って、その浮気報道とか恋人ができたって報道あるとアンチに変わるでしょ。だから囲いはアンチに変わるし、アンチは囲いに変わるから、囲いも作るなって言われてた。囲いがいる放送は気持ち悪いっていうのはそういうこと。普通に見に来て普通にアイテム投げてくれる分にはファンだよ。そうそう、応援してるよっていうぐらいの意味合いだとファンなの。頑張ってねーとか。でも、あれでしょ。75さんは意味分かってなかった時点でもう何にも言っても意味ないでしょ。囲いの語源の意味分かってなかったんだから。ふわっち以外、ステッカーと YouTube かな。グッズだね。
遠く、遠くって何？配信業って名乗ってはいないけど、まあ配信で飯は食ってますね、今のところ。これは別に配信業とか言ってないよ。どれです？実はお前に恋してる。ああ、ありがとうございます。配信業って言い方、俺すごくバカだなって思うのがさ、建築家ですって名乗るじゃん。職業、設計士ですって。業種で名乗らなくない？業種で名乗る人ってプロフェッショナルじゃない人のイメージなの。ごまかすときに業種言うじゃん。アルバイトで働いてるんだけど、不動産業界ですとかさ、建築業界ですって、要は自信を持って言えない時に言うニュアンスは業ってつくのって。で、配信業ってさ、運営さんも配信業じゃん。だから見栄を張って言う時に使うの。俺はだから配信家っていう言い方をしてるけどね。配信業ってなんで業界背負ってんだよっていう、うん。とは思うね、俺は。職業、青年実業家ではない、実業ではないと思ってるかな。俺は虚業だと思ってるけど、これは。大きな括りで IT 系、 IT 系ではないだろう。プログラムかけたりとかね、デザインできたりとか、サイトをオーナーとかで初めて IT 系とかじゃないの、うん、コールセンターやってるとかね。いや、ニートでいいよ、もう。ほんとそれ。無職でもニートでも何でもいいよ、もう。めんどくせえわ。アイテム上がってたら俺何でもいいもん。あ、そうなんだ。罰金20万なんだ。うん、知らなかった。うん、何でもいいよ、もう。いや、適当になるでしょ。だって、いくら説明してもニートだ、ニートだって言うんだから、いいよ、もう別にニートで。いいよ。全然困らない、もう俺。いや、ニートでいいよ、全然。うん、小好きでいいよ。ただまあ、お前らより稼いでるけどな。残念ながら。俺のこと叩いてるやつには言う、一言言っておくけど、ニートでも小好きでも無職でも何でもいいけど、お前らより稼げてるからだ。いや、減らるっつうか、もうめんどくさいよね。なんで俺より収入低いやつに俺叩かれてんだろうって。2時間で数万円稼いでっかんね。時給換算したら時給5、6千円だろ、うん、時給7千円か。時給7千円稼いで叩かれるって意味わかんねえよな。ほんと日本人のこういうところ嫌いだわ。なんかこの妬み、うん、嫉妬の文化っつうか。
いや、そうだと思うよ。いや、ニートっつうか、なんか、多分ね、4、50代のうだつ上がらないおっさんだと思う。俺の予想。若い子はね、叩いたりしないの。なんでかっていうと、配信とかネットとかで稼ぐっていうのは当たり前の文化だから、30代の人って叩かないのね。大体こういうこと言う、働いてないとかいうの、4、50代の、なんか、例えばほら、大見総長ってやついたでしょ。あいつ蓋開けてみたらタクシーの運転手で月収7万で彼女と結婚できなくて悩んでるやつだったの。お前よく俺のこと叩いてたなって。月収7万でお前俺のこと叩いてたの。だいたいそういうなんつうの、ブルーワーカーだよね。俺のこと叩いてんの。ブルーワーカーのひがみだよ。ブルーワーカーのひがみ。ニータは35じゃなかったかな。7万で生活してるらしいよ。大見総長さっきコメント書いてた。いや悲惨でしょ。いやまあ叩きたくなる気持ちもわかるけど、悲惨だけど、でも俺のこと叩いてもお前の収入上がんねえぞみたいなね。逆にかわいそうな人なんだよ、うん、俺のこと叩かないとあのアイデンティティが崩壊するんだ。俺は付き合ってないよ。この170人の中のね、俺に叩いてるやつらがそういう人間だって言ってるだけで、付き合いがあるわけじゃないから、うん、かわいそうだよね。直樹兄さんニコ生の人だね。ニコ生の運営でしょ、もともと。大体アンチの意味が分かんない。何かっこよくアンチってつけてんの。俺一般社会でアンチって聞いたことないんだよ。アンチってなんだよな。俺ラッパーかお前はっていう。もうその発言自体が俺気持ち悪いと思ってて、発想が。和道アンチってなんだよな。アンチってなんだよ。もう払いてよ、ほんとに。いい年こいた4、50代がアンチとか言ってんだよ、もう。笑えるだろ。払いてえわ、ほんとに。働けよ。うるせえから。反和道って意味だよ。何なのってなるでしょ。もう意味がわかんない、いい年こいて。かわいそうだよな。いやもう疲れてるからね。アンチだって本当に。笑うよな、本当に。何やってん、虚しすぎるでしょ。いや、ニコ生にもいるよ。腹減った、バカありがとう。いやいや、俺は比べること自体がまずダセえと思ってて、で比べてる方がそれはねえだろっていうことね。俺は意識してないよ。
どっちがマシだとかどっちがどうとか思ってなくて、そうじゃなくて、俺のことなんで叩いてるのって、俺より収入高いの何なのって聞いて、蓋開けてみたらそうだったから、お前どの口でお前働けとか言ってんだよっていうことね。俺が言いたいのは、要は反論の一つとして言ったのよ。俺は別に所得の低い人に対して敵対心はないよ。だから俺は働けって言わないし、ニートに対して。所得の低い人をバカにするつもりはないけど、ただその向こうがその働けたの何なのって言ってきて、 それはどうなのっていう感じで、バカプレゼントありがとう。それはねえんじゃねえのっていう。カップ麺とか食わないんだよね。カップ麺嫌いなんだよ俺。うまいかあれ。2チャンネラーがどうなんだろうね。金持ってるかどうかわかんないけど。まあ金持ってたろうが何だろうが俺には関係ねえかんな。貧乏でもアイテムくれる人の方がよっぽどいいんだけど。金持ってようが金持ってなかろうがさ、俺からしたら応援してくれる人のおかげで生活できてるわけだから、どうでもいいよね。金持ちなんか腐るほどいるだろ。俺には関係ないよ。え、いや、みごクズ発言か？関係なくない？どうも、はじめまして。つって、僕、金持ちなんです。資産500億あるんです。って言われたの。へえ、でしょ。俺に5億くれるって言うんだったら、ありがとうございますって。もう大好きワードって。金困ってるんだったら、俺資産家だからあげるよって言われたらさ、うわ、ラッキーって思うけどさ、それよりも貧乏なんです、和道さん1万円でこれ美味しいもの食べてくださいって、こっちの方が全然ありがたいでしょ。金持ちで1円もね、1円も花火投げない、アイテム投げない人なんか俺からしたら他人だよ。いや、のんちゃん働かせようっつうか、のんちゃん別に働けとは思わないんだけど、俺は絵を描いたり、なんか、なんか、まあ、楽しいことやってもらいたいかな。ずーっと寝てるから。のんちゃんはもう終わりだとか言いながら、命の母、毎日飲んでるのよ。で、全然終わりが来てないのね。もう、ダメだ。のんちゃんはもうダメだっつって、命の母飲んでるだけなんだよ。いやって。全然終わり来てこないよ、まだまだって。もう10年20年暇だからなんかやろうよっつってんの。わかんないけど、俺金に汚いか、そうか、俺別に裕福だと思ってないよ、自分が。全然裕福ないよ。お疲れっす。寝てるだけだね。だから金持ちとかどうでもいいよね。やりたくないことやんないね。いや、俺ね、水すげえ飲むからすぐむくむんだ。だ、風邪ひいた時とか、水が下痢で全部出たからすごい痩せたでしょ。水太りっつうかね、水分なんだよね。だからジム行った後とか2キロぐらい痩せるもんね。見た目にすぐ出るし。頭悪いって43号が頭悪いんだよ。俺の言ってる意味分かってなかったってことでしょ。はい、ベジータいらっしゃい。そうそう、37号と同意見。今日むくんでるね。
や嵐ですかっていうか俺に聞かれてもね俺に聞かれても知らないよ、そんなのハングルで連投してくんだろ、知らない韓国人なんじゃないの、知らない嵐ですかって言われたって俺が聞きたいぐらいだよ、こんなの何なんだろうね、うん、デニム毎日履いてるしノンウォッシュで行くからヒゲと当たりつくんじゃないかな、結構この編集はできてきたし、うん、デニム履いてるよ、うん、だってもう古いデニム全部捨ててあれだもん、606、3本しか今2本だけどリペア出してるからもう606ローテーションだね、洗わないとダメなんだけど、あの最初のファーストウォッシュがすごい重要で、半年間とか1年間ぐらい型をつけるの、シワの。そうすると当たりとかヒゲとかつけて、もう臭くなったらさすがに洗うけどね。今買ってから1ヶ月経ってないね、まだ。まあ、半年は洗わないで履こうと思ってるけど、そう最初が大事なのね。でもいい感じに、前回もヒゲと当たりついたから多分いいと思うよ、今回も。クモの巣、蜂の巣か、蜂の巣もつけたいなと思ってるけど、うん、はい分かった、ハングル翻訳してくれたわ、ありがとう。うなちゃんマン、男のような花茶漬けを食べながらクソ勘違いクソ漏らし、うなちゃんマン石川智則下痢クソ茶漬けアナニークソバーグうなちゃんマンガイモ、何これ、うながどうこう言ってたの、うん、リンパ詰まってるね、うん、リンパ詰まりやすいね、ここでしょ、たわしで洗うのは絶対やらないかな、ダメージジーンズ作りたいんだったらいいと思うけど、うん、だからうるせえんだよ、仕事してるっつってんだよ、もうめんどくせえよ、もう何が気になんの、関係あんのかよ、もううるせえよ今日の枠、仕事仕事仕事って、何なんだよマジで、もしもし、あの放送する、あの切ってもらっていいですか、あの放送の音、あの音が回るんで、あはいはいはい、すいません、はいはい、いいですよ、はいはい、いいですかこれで、はい、あのテレビの音も切ってもらっていいですか、あテレビですか、いやなんか他の音が聞こえて聞き取れないんですよ、リスナーさんもみんな、あ今聞こえますか、大丈夫ですか、今、いやなんか後ろで音声が聞こえますね、 なんか回ってません、あ今大丈夫ですか、あ今大丈夫です、はい、あすいません、はい、今ちょっとあのお風呂場の方へちょっと移動したんで、はい、すいません、和田さん、あの、はい、なんか最近あのアンチの、はい、あの自分もやってんですけど、ね、アンチのリスナーなんか増えてきちゃって、ごめんなさい日本語がよくわかんないですけど、な自分もやってる、あ何あの自分も配信やってる時に、はいはいはい、なんかアンチコメで リスナーが来て、それちょっとあの なんだろうな、なんかこれやってみろよとかこれやってみろとかってすごい自分に言われて、はいはいはい、なんか俺、まあ実際俺もできることとできないことってまあ人
まあ、あるじゃないですか。まあ、和道さんもできることできないことってあるじゃないですか。はい、あります。ありますよね。はい。だから、ぶっちゃけ俺ができないことを普通にその技を出せよって、まあ、自分も超ベジータってなってるけど、あ、超ベジータさんだったの？そうです、そうです、超ベうん。ジータです。あ、はい超ベはい、ジーどうタで、も。あ、うん。りゅ、あの、で、そう、流暢もっで、と、そ優勝です。う。それまあ、で、超ベジータに変えておくよ、じゃいいっすよ。まあ、それあ。で、まあ、俺も、人間だから、そんなドラゴンボールみたく、ね、ナメック星人とかのスーパーサイヤ人とかそういうじゃないから できないじゃないですか、技的に。できないじゃないですか、じゃなくて、いや、もう、できないっすよいや、ね。先生、先生、勝手に、いや、あなた、ベジータが笑ってるところと、俺が笑ってるところ、全然別のところで笑ってるから。っていうか、ね、何の話？ベジータ。それで、で、違う違う、それでじゃなくて、俺ら何にもベジータの会話何にも理解できてないから、何が言いたいの？ですね、アンチの、アンチの、なんか、アンアチンの。チの、俺が配信してる時、アンチのリスナーが、なんか、どっかから湧いてくるんですよ。で？で、なんか、文句をすごい言ってきて、なんか喧嘩を吹っかけられるんですよね、最いや、近。それを俺に話して、俺は何て言えばいいの？いや、アンチが僕の放送に来るんすよって言われても。ええってさ、何よ。和道さんところの配信はすごい俺大好きなんですよ。ありがとう。ベジータよく来てくれてね、アイテムもたまにくれるもんね。本当に無料で、本当申し訳ないですけど、俺もあ、なそっかか、なアイかテムは投げてこないか。そっかそっか。でも俺のう、だ放送から、ね、よく来てくれるもんね。で、結構俺、メガホンとか、まあ、な、あの、貯めて投げてると思うんですけど、投げてくれてるよね。だから、それって結構、フワッチポイントに影響してくるから、やっぱり、メガホンをやっぱり俺復活させてほしいなって思うんですよね。何、今日の話題はメガホンを復活させることについてなの？そういう定義です。復活させてほしい定ちょっ義とと待って、水じ増しゃあ、アツールンチが来の、るくだりは何だったの？ベジータのところにアンチが来るんすよっていうオープニングトークは何だったそのアンチは、の？そいつらはブロックしたんで、俺はなんとか対処しましたけど、でも、もう来ないでくれっていうことで、アンチは来ないでくれっていうコメで、一応流して、テロップね。それで、なんとか俺は防いだんですけど、で、その話題的には、すいません、すいません、話題的だね。本題ね、そ本題。の、本題いきますよ。本題入りますよ。本本題題入ろう、入は、ろう、入ろう。で、水増しツールと、そのメガホンについてですよね。いや、だから、不正水、ついてですよねって、俺から別いや、にベそジーの、タに何も話しかけてないから。水増しツールと、その、メガホンについてのその話なんですけど、だから、そのふわっちも、もう何年だ、もう5年ぐらいになるんですか、もうできてから。2年だわ。2年なんですか、大体。まあ2年経ってない。上1は。年半ぐらい。2年半ぐらいですか。じゃあ1年半、1年半。なんかそのふわっちができて2あ、年の1年間半に、だっつっての。1年半。21年じ年ゃない。半、11年年半です半、か。1年半。だから1年半のその間に、ね、例えばね、その、ふわっちの中で、例えば、雑談とか、たぬきとかってこう、やるじゃないですか、やゲームる。とか、部屋をね。だから、俺的には、スティッカムとか、ニコ生とか放送してたんですけど、スティッカムの場合とかって、その、
配信上で、まあ、オープンの部屋と鍵部屋つけてあまるすあよ。るあるある。要はクローズコミュニティってやつね。クローズ放送ね。要はフォロワーさんしか見れない配信ってやつね。限定放送ってやつね。わかるわかる。そうです。だからそのやつもやっぱりふわっちでもやっぱ必要なんじゃないかなと俺的には思うんですよ。俺ね、半年前にそれ、ふわっちの運営さんにメール送ってる。要はクローズ放送できるようにやってくれってメールで送って、検討しますって言って放置されてる、ずっと。マジっすか。マジ。それは結構ニコ生勢はお願いしてるの。他の配信者も。要は荒らされるから、フォローしてない人は見れないようにするっていう機能ね。だから俺も、ちょうど2ヶ月前に送ったんですよ、運営に。そのクローズっつうか、その鍵部屋を作ってほしいっていうことを、すごい運営にもう30件ぐらい送ってるんで、30件も送ってんの？送ってますよ。だってもう嫌じゃないですか、自分のところのが、そのね、なんか変な人、なんか嵐が来たりとかさ、来嫌ただ嫌だ。嫌ですよね。俺もそんなね、嵐コメント残していくやつとかも、嵐とかバーって来て、なんだこれみたいになって、嫌じゃないですか、俺だって気分悪ちいなみに、し。超ベジータっていくつなの今？俺今3、今年35。そうなんだ。だから俺も配信はもう、スカイプキャストからもうだいぶ経ってる、やってるんで、もう XP の SP3 版からもうスカイプキャストはもうスカイプの2.0から俺やってるから、だから結局その鍵部屋をやっぱり作ってもらいたいっていうのもある、正直。でもさ、それを俺に言われてもな。で、あと水増しのその不正ツールと、やっぱそのメガホンについては、そのメガホンのその動画ってこう CM って30秒じゃないですか。その30秒間の間にメガホンを、例えば限定で、じゃあ100回、で、水増しツールを使った人は、永久バーンみたいな形にすればいいんじゃないのかなって俺は思うんいやいや、同じ意見だよ。俺も同意見、同意見。不正をでやっすてよる人ね。は A 版で、コミュニティ A 機能も版。欲しい。あと、俺は花火が上がった時に全枠にアナウンスを流してほしいってお願いした。なるほど要ですね。は、花火をなんでリスナーさんが投げるかって、この人面白いですよって広告をしたいわけ。で、ニコ生って広告機能がアイテムだったじゃん。要は他の枠そうでにすアナね。ウンス流れるでしょ。で、他のサイトもやって流るれんだます、よ。流れます。でも、このサイトって配信者にだけ、要は俺だけメリットを受けるわけじゃん。お金をもらえるって。だけど本来は面白いから花火投げてるから、今面白いよってふわっち中に拡散したらさ、あと、なんつうの、あそこ盛り上がってるって、要は敵対してる生主とか盛り上がってる話題にもなるわけじゃん。それは俺はお願いしてるね。やっぱりそこなんですよね。やっぱりニコ生で、例えばアイテムがこう流れたよってみんなに伝わるんだけど、でもフワッチの場合は全然違うから、そこを改善してほしい。俺もそれをそうだ運営ね。に言ってるから。同意見同意見。お前、なんで運営しっかりしてくれねえんだろうとかって思って。で、結局なんでしたっけ、ふわっちから、キャス？ツイキャス？ツイキャスで、なんか、新しい機能ができたから、そっちに移行してる人もいるのかななんて、最近思い始めてきたまあんですいけるど。だろうね。いていいんじゃないの。要は、いやいや、そういうものよ、配信サイトって。要は、運営さんが、客に応えるっていうかさ、ファンを大事にするところが勝つから、だからそこは見極めが必要なのよ。俺らも。要は、運営がダメになったら、
ツイキャスに行かないといけなくなるし、後から、俺らも。そう。だから、運営、俺はふわっちの運営いいと思うよ。すごく、答えてくれるから。ただ、最近ちょっ俺もそうとです。腰が重いと思ってる。だから、一回やろうか。配信者、要は、キツネコメントで、こういう機能が欲しいっていうのをまとめて、枠で、リスナーさんの意見、配信者の意見をまとめて、で、俺が代表して、PDF かなんかに作って、運営さんに DM を送るって枠やってみる？それどう？いいっすね。そう。それいいですね。配信者の、全然いいっまあ、キすツネね。枠じゃなくて、例えば、便所太郎さんからコメントあったら、ワド、この機能入れてって、便所太郎さんからこの機能入れてほしいとかさ、コメント欄で募集して、そういうことは俺らできるんじゃないの？できますね。それ企画で今度やろうか。やりましょう、企画 OK。で。じゃあ、その時にベジータのコミュニティ機能、その時コメント書いてよ。コミュニティ限定機能を追加してほしいって。そうしよで、コラボで、それで、配信で、こう、コミュニティ機能をつけましょうみたいな感じで、俺、部屋作ってやりますわ。でもいいですし、和道さんでもいいですし、どっちでも。だから、コミュニティ機能をつけてほしいっていう部屋を建てようかなと思って、俺的には。そうしよう。分かった。分かった、分かった。で、コラボで、こう、みんなからこう意見を受け入れて、やろう。やって。じゃあ、俺はじゃあやんない。俺ありますよ。やって、やって、やって。俺配信歴長いんでやりますよ、俺は。やろう。そうしよオッケー、ありがとう。すいません。失礼します。失礼します。やろう。ただいま。わかんない。配信、次？もしもし。ねえ、何？もう寝ていい？ダメだよ。いや、もう監視するの疲れてきたんだけど。いや、あとね、電話かける時の まあ、配信歴どれくらいだっけ、今？俺？4ヶ月。4ヶ月か。じゃあ、わかんないと思うから、これ覚えといて。これテクニックね。嘘くさいかもしんないけど、トツかけてきた時には名前を言うのね。和道なんですけど、とか。じゃないと、聞いてる人が誰だかわかんないから。卵味噌です。そういうの必要だから。これ覚えといて。電話かけたら名乗るっていうのを覚えとこう。わかった、先輩。ありがとで、あと、卵味噌、今来てるけど、リスナーなのか配信者なのかわかんないから、配信者の卵味噌ですけど、みたいな入り方、癖つけようか。今はリスナーだってよ。ダメなの？切り替えちゃダメなの？いやい配や、信違う違したう違らう。配やっ信ぱり、ほら、面白いなってなった時に、リスナーだってなったらチャンスが潰れるわけよ、卵味噌。わかる？この、今から始まるトークが面白かったら、配信者だったら見に行こうってなるでしょ？いや、俺今、和道のリスナーとしてかけたんだけど、それはダメなの？じゃあ、リ配ス信ナー者。の卵味噌です、でいいですよ。じゃあ、リスナーの卵味噌なんだけど、寝ていいかな、もダメだよ。う。寝かせてほしいんダだメよ。だよ。ダメだよ。いや、あと1時間もないよ。あと52分で終わるから。何号なの？キツネ何号いや、コメントしないから、俺、あんまり普段。なの？ ロム線なの？ロム線って、俺、5年間ロム線だから、ワード。そうなんだ。お前5年も俺の放送見てんの？見てるよ。じゃあ俺のこと大好きってこと？大嫌いだよ。大嫌いだから見るんだよ。いや、本当は好き本で当しに。ょ。いや、だから、本当に嫌いなんだって。本当に嫌いなのよ、俺、本当に。5年も見てんのに。見てるよ。5年前何やってたの、お前。5俺、年前何だやっから、てたの。言ったじゃん、お前、頭爆発したって、俺。
バカ、お前振りがあるからお前ちゃんと組み立ててやってんだからさ、そういうの頼むよ、ちゃんと乗っかってよ。何度もやったスキームじゃん。やって5年前何何やってたんだよ。5年前だからワドのあれだよ、リスナーからやってたよ、ずっえ、リスナーってことはない、働いてたの？と働いてないよ何やってたの5年前。5年前ワドのリスナー廃人いや、じゃあプライベートで何やってたの？働いてたりしたんじゃないのって。働いてないよ。お前この前働いてるっつったじゃねえかよ。5年前でしょ。JR で働いてるっつったろ。ああ、言ってた、言ってた。あ、それ話したっけ、ワードに。話したよ。だから振ってるんだろうがよ。いや、もう忘れてる。いや、俺寝たら忘れるんだよ。ごめんね。お前、そういうとこだよ。せっかくお前の配信者として面白さをアピールしようと思ったけど、そういうスキルが足りないんだって。スキルが。ワードに言われたくないんだよ。俺はスキワルドあはるだ話、ろ。いや、スキルあったとしてもだよ。な、言ったことをもう寝さ、て、じゃあ。もういいや。もう寝て。寝ていいの？ういいの？本当に、ん。うん、監視今し日はなく調子て。悪すぎる、今日は。お互いにな。いいの？聞いてる？いや、いいの？その終わり方でいいの？いや、よかったんだけど、今。じゃあおやすみ。いや、寝ないよ。監視するよ。俺はずっと見てるから、ワドのこと。ね。俺はずーっと見てるから。今日花火上がったの？上がんないよ。あ、そうだから、一時だって言ったじゃん、だから。分かった。唐揚げの歌だ。いや、いいよ、もう。俺、今、リスナーだから。じゃあ切るで。おやじすゃあみ、ね。おやすみ。はい。調子悪いのか、なんか 調子悪いのか、なんか全体的に歯車噛み合ってなかったけど、一生懸命振りをした意味ね、これ。もう何一つ答えなかったね。何一つ噛み合わなかった。何この噛み合わな、素人とつみたいな感じ。いや、ベジータはベジータで俺結構いいキャラだと思うけど、なんかベジータはベジータで俺いいと思うよ。ベジータのコーナー作ってもいいんじゃないの？ほら、だから今の誰ってなるでしょ。だから名乗れっつってんの。頭痛いな。頭痛い。そうですよね。卵天才型だよね。卵味噌はそうなんだよ。天才型なの。俺も思った。要はね、柏木とか石野にそっくりだと思った。タイプ的に言ったら。要は才能がありすぎて、努力をしないタイプの。アイス食べたいね。頭痛い。卵味噌は本当に天性のファイターで、天性の配信者なんだけど、あれはどう育つか。俺がね、配信やってて、後輩とか、要は、キャリアの浅くて、こいつやばいって思ったのが、柏木だったの。もう、ずんば抜けて面白いのよ。ただ、続かなかったでしょ。心折れちゃったでしょ。で、あと、石野ね。まあ、心折れたじゃん。もう、天性の面白さ持ってるんだけど、本人が気づいてないパターン。で、卵味噌もおそらくそのパターンだと思う。卵味噌も、ちょっとの挫折ですぐやめるタイプだと思うね。だからね、才能がない方がいいんだよ、配信者は。才能がないやつの方が長生きするんだよ。悔しいけど。
卵味噌はもう初見で俺もあこいつやるなと思ったよ。あれ、目薬が目に入らねえな。俺は才能あるタイプじゃない。俺は才能がないから長く続いてるタイプ。そうだね、埼玉の女リスナー谷さんのところに転がり込んでて、さっきコメント書いたよ、死にたいっつってたから、もう死んじゃえよって言っといた生きてる価値ないから死んどけって言っといた。受け取り断られた。いや、天岐阜リスナー還元企画やってリスナーに受け取り拒否ってすごいなだったらその枠なんで見に行ったんだよっていう。うん。何しに来たんだよな、うん、初ワードに構いませんよ。ずっと続く、あのね、それね、俺エミさんの言葉で配信者にいろんなアドバイスもらってたの、大手配信者に。でエミさんが一番頭良くて、エミさんとのんちゃんが出した答えが一緒だったんだけど、続けたやつが勝っただけって言ってた。エミさんはみどりさんを引き合いに出してきたんだけど、みどりさんが喋りうまいと思うって正直思わないですって、かっこいいと思うって思わないですって、歌うまいと思うって思わないですって、才能何もないでしょっていうの、エミさんは。確かにって。で彼がなんで続けられるのかって、配信が好きだからなんだよって。ほう、だから好きだからずっと続けたから人が集まっただけなんだよって。だから好き、続ける、集まるの原理なんだって。みどりよりも面白いやつ、かっこいいやつ、喋れるやつ5万といたんだって。でも大手で、大手って呼ばれてる人、ただ好きだから毎日続けてただけだよって。だからそのずっと続けられることはすごいことだよっていう109号さんの意見は、俺はエミさんの言葉を思い出すね。うん、だからうなちゃんもずっと毎日やってるでしょ、なんだかんだ、うん、今日花火いただいてますね。もしよかったら皆さんもアイテムください、よろしく。今月もいい感じに行きたいんで応援してください。あのね、整形前の方がいいか悪いかっていう話ね、整形した人に言うべきじゃないよねうん、個人的な問題で本人がいいと思ってやって、そうさ、例えばさ、タトゥー入れてデザインがダサかったとするじゃん、タトゥー入れて、で本人にダサいよそのタトゥーって言ってもう取り返しがつかないわけだから、変えらんないから。うん、ノルさんはね1週間休んでるね。あ、風船ありがとう、うん、ハートありがとう、ありがとうございます、アイテムありがとう。トレさんは今声帯ぶっ壊れてるから、ポリープ治るまであれですよ、卵味噌がアイテム投げてんなあとサミュエル・モーランドさん、
サミュエル・モーランドさ、アイテム投げて サミュエル・モーランドと卵味噌がアイテム投げてるって自腹ない 大丈夫ですよ、同業の方は投げなくて、ありがとうございます。 サミュエル・モーランドは投げちゃダメでしょ お前は今大変なことになってんだから。ありがとう、ハートありがとう。いや、同業が多いんですよ、アイテム投げる人。整形は負のスパイラル。違うんだよ。美人な人ほど整形やるっていうのが俺のイメージ。美人な人ほど美意識が高いから、人よりも顔を直そうってするイメージ。エミさん別にブスじゃないじゃん。そんな感じしない？だからね、目をちょっといじくるぐらいが可愛いんだよ。目をちょっとだけいじくるぐらいが一番可愛いんだよ。これは俺、浜崎あゆみ理論って呼んでんだけど、あゆ理論ね、かの有名な。目をちょっとだけ切るぐらいが一番可愛い。わかる？これわかんない？目のこの辺をちょっといじくるぐらいが一番可愛いと思わない？こっち側じゃなくて、なんつうの、昔の。わかる？これ。目をちょっとだけいじれ。それで終わり、整形は。キリがないから。キリがない。まあでもいいんじゃないの？別に整形したきゃ整形して。俺なんかだって体毛の、脱毛だけで3000万かかるって言われたよ。永久脱毛3000万かかるって言われたもん。無理でしょ。生まれてごめんなさいレベルだから。生まれてごめんなさいだから。ね、田舎の方に一軒家建つよ。ありがとう！花火ありがとう！スパゲティモンスター兄弟におふせ、ありがとうございます。アザース140何号さん。ナイス花火。ナイス花火。ここは嬉しい。この花火は貴重ですよ。後半戦ね、前半戦はね、爆投げしてもらったから。いや、整形全然ありなんだけど、整形してないとって言っても、整形が癖になる人とか、メンテナンスが大変だから。やっぱりね、俺思うんだけど、なんつうんだろう。バランス取れてるよ、ブスな人でも。だからね、なんつうんだろうな、やっぱね、どっかを直すと、どっかまたバランスが崩れて、どこ直さないと、どこ直さないとっていうループになるんだと思う。おっぱいでかくなったら戸惑うかもしれないけど、でもいいんだよ、本人コンプレックスあるんだから。バカありがとう。でもね、女の一番の可愛さは笑顔だよ。笑ってる子は可愛いから。だから心の問題でしょ。笑顔に勝る化粧はないよ。トレさんね、声帯がダメになったらしいね。声帯がもうポリープできて声質変わっちゃうかもしれないって医者に言われて、2週間って言われたんだって。2週間も声を出さないでくださいって。だけど仕事だからって言って、なんとか1週間にしてもらって、今様子見てるって。下手したら2週間休むって。もうでもそのあと3日ぐらいで復活するから、もうちょい待ってなよ。ドラゴンボールとワンピース好きかって最も愚かな質問だと思うよ。なんだろう。何と何、どっちが好きって、どっちも好きだから。194号さん。バカすぎるの。ドラゴンボールとワンピース好きですかって。
両方に決まってるじゃん。それどこに誰に聞いても同じ答えすると思うよ。お前バカかと。両方大好きでしょ。それ以外答えあるの？いやあるでしょ。ワンピースとドラゴンボールどっち好き？両方ですよ。当たり前じゃん。それ以外答えあるの？ないよ。どっちも大好きだよ。だってワンピース書いてる尾田先生が鳥山明作品大好きだって言ってんだから両方好きだって作者が言ってんだから。ワンピースどうなるんだろうな。もうそろそろ終わってほしいな。もうそろそろ終盤戦だよね。アキラ投手見たよ、うん、あコナンと金田一で言ったら金田一で、コナンは好きじゃない。コナンはちょっとこじつけがひどい。あれは探偵もののジャンルじゃない。推理もののジャンルじゃない。もうこじつけがひどい。いや鳥山明のアシスタントじゃなくて、ジャングルの王者ターちゃんとルローニケンシンのアシスタントだよ。確か鳥山さんのアシスタントには慣れてないはず。世代が違うでしょ。鳥山明のアシスタントできるところ中学生とかだよ。だって若い頃いきなりデビューしてもワンピース書いてるもん。アシはやってないはずだよ。ていうかアシスタント経験ないかもしんないよね、下手したら。 あるのか、ターちゃんとルローニケンシンあるんだ自分で言ってた。すごいよな今な。ターちゃんとルロケンのアシスタントやってたよって言った後、アシスタント経験ないんじゃないのっつってね、うん、ターちゃん懐いよね、うん、鳥山明の年収いくらだったっけな。とんでもない額だよね、うん、ラッキーマンは面白いよ。俺いまだに好きな作品だし読み応えあるよ。ラッキーマンは名作だよ。ガーモンヒロシだから今で言うところのあのなんだっけ、パンチワンパンマンとかの原型作ってるコンセプトだよね。ラッキーだけで勝つっていうか、そこを周りのサブキャラクターで補っていくっていう手法だよね、うん、ラッキーマン面白いよね。お疲れ。そうなんだよね、ちょっと体調が悪いんだよね。なんかね、下手したらね脳の病気かもしんない俺、うん、ちょっとなんか急な眠気おかしすぎるっつうか、頭痛とか急な眠気がちょっと怖いね。まあ死んだら頼むよみんな。なんかねこの34号このゲロウンコ茶漬けツイッターで見たんだよな。誰かの配信者にゲロウンコ茶漬け食べさせるぞとか言ってツイートしてて、あこいつだって思ったんだよこれゲロウンコ茶漬けってこいつ画像持ってるんだよすごくないこいつ。ゲロウンコ茶漬けって意味わかんなかったじゃん。だけどツイッターバージョンだとツイートしてきて、そうゲロウンコ茶漬けの画像があるの、食ってるところの、あこいつだって思ったもん。すごいよね、画像だけでどのコメントか匿名コメントなのに分かるってすごいよね、うん、なんてやつ。ツイッターの名前まで分かんなかったんだけど、他の人のツイッターでリプで見た時に俺は爆笑したもん。食べさせる画像もあるんだ、うん、和道の誰が何を引き継げばいい。海宝が和道だね。海宝が二代目和道、二代目和道を引き継ごう。海宝和道になる、ね、
和道解放になる。和道家を。っていうか、解放は和道の名前使えばいいのに、和道解放にすればいいのに。弟子なんだから。カオスだよ。いや、それは俺も言いたい。ネットで何かをしようとしてるそのパワーを仕事とか恋愛とかに向けたらすげえよ、こいつ多分。このさ、ずーっとゲロウンコ茶漬けっていうことをさ、毎日毎日ずーっと暇だから書いてるわけじゃん。すっげえもったいなくて。これ小学生の漢字とかを勉強したりとか、数学の何かを解いたりとか、何でもいいじゃん、絵を描いたりとか。これめちゃめちゃさ、めちゃめちゃくだらない時間の使い方じゃん。なんかすげえこいつの才能もったいないよね。34号のこのコメントを書いてる時間もったいねえと思うもん。あ、子供なんだ。あ、そうなんだ。解放和道の弟子だよ。マナ弟子だよ、マナ弟子。一番弟子だからね。俺の初めての弟子解放だよ。和道流配信術の継承者だから。いや、何がしたいのか分かんないけど、俺も。でも、ちょっと弟子増やしたいよな。和道の名を引き継ぎたい弟子いないのかな。だから和道流の配信引き継ぎたい人いないの。和道流。流派立ち上げようぜ。配信会。卵味噌はだから反和道だから、反和道流だから。え、そうなの？いや、初めて知ったんだけど。マジで？え、マジで言ってんの？いやいやさ。いや、俺初めて知ったわ。びっくりしたわ。卵がもし俺の弟子に入ったら、多分相当和道門下生強くなるよね。和道門下生強くなるよ。そう、反和道流。プルさん元気だよ。喉がやられてるだけで体調悪くないよ。だ、喉やられたら配信者終わりだからね。なんだろう、なんでこんなクラクラするんだろう。たまになってたのが最近ひどい、ここ2、3日。はい、和骨。やばいな、これ。なんでこんな眠くなるんだろう。こんばんは。新車は不規則で大変だな。まあまあまあ、しょうがないよね。
詐欺した金返せよって、だって被害者の方がいらないっつってるんだよ。202号さんさ、俺が詐欺師で俺が600万使い込んだと思ってない？なんか誤解を受けてない？あのさ、物事をイメージで語るのやめない？俺600万円を確かにその詐欺事件に関与したことは関与してるんだけど、俺も知らなくて、で、その会社をやってた人間に600万おばあさんから受け取って2時間ぐらい持ってて渡したんだよ。だから俺2時間600万円持ってただけなの。で、それをおばあさんも知ってるし、手紙を書いて僕が返済しますって言うと、おばあさんはこの600万円を直接詐欺った人間に訴訟を起こすから大丈夫だよって言ってくれたんだよ。それ知ってて言ってる？ 202 号さん。いや、誹謗中傷してるっていうか、まあそんなのね、俺会ったことないから、パラダイスさんっていう人。会ったことないのになんで誹謗中傷できんのか。なんかあれだよな、なんか誰でも叩くよな、俺のことな。いや、同罪だから、だから刑事事件で裁かれたわけでしょ。もう何回言っても聞かねえんだもんな。だから刑罰は受けてるわけじゃん。で、刑罰を受けた後に何であなたに言われないといけないの？名誉毀損なんだけど。いや、だから刑罰受けてんじゃん。言ってる意味わかる？145。今時詐欺で執行猶予作ってなかなかありえないからね。いいや。アナルセックスに興味あるに決まってるじゃないですか。もう勘弁してくださいよ。あるに決まってるでしょ。逆にアナルセックスに興味ない男なんていねえよ。バカが。頭痛い、頭痛い。頭痛いもん。頭痛いよ。刑罰受けたらチャラにはならないっていうのは、あなた日本の法律分かってないから。罪と罰、あのね、刑罰受けてチャラにならないと思ってんのは日本の法律じゃねえよ。あんたがやってんの名誉毀損なんだよ。あなた犯罪やってんの。刑罰受けてチャラになるのが日本の法律なんだよ、バカ。205号さんいらっしゃい。何のためにじゃあ刑罰があるんだよ。頭おかしいだろ。あー、ごめん、誰かさ、細かいアイテムくれないかな。あと250円分のアイテムでさ、ちょうど1万5000円になるからさ、風船でもバーガーでもハートでもパフェでもいいからさ、ちょっと切りよく俺を時給ね、4時間配信で1万5000円稼げた男にしてくんね。風船でもバーガーでもパフェでもいいからさ、花火とは言わないけどさ、ちょっとチップ投げてくれると嬉しいわ。チップいただけると嬉しいわ。頼むわ。いや、だから榊原生徒もコンクリ犯も死刑なわけでしょ。だから本人を殺すっていうことは、だって咎められることはないじゃん。お団子ありがとう。お団子ありがとう。お団子ってなんだ。いつのアイテムだこれ。 お団子。 すげえレアなアイテム出したけど。お団子か。ありがとう。バナルは痛くなるよ。風船ありがとね。風船ありがとう。風船ありがとう。ありがとうございます。わお、花火ありがとう。花火ありがとうございます。風船ありがとう。風船ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。もうお腹いっぱい。ありがとう。
チャラだよ。だって殺すんだもん、極刑なんだもん。だから前科がある人っていうのは過去犯罪したり元犯罪っていうのはあるけど、ニュースとかでも報道しちゃいけないんだよ本来は。だって一般市民に戻ってるわけだから、うん、そう、20年刑務所に行って戻ったら一般人なんだよもう。でそれを許さないのが正義だと思ってるやつは頭おかしいよ。日本の社会、日本の法設計と違うの。悪いことをやったら罰せられるけども、罰した後叩いてもいいっていう法律なんかないよ。だったら刑罰なんか与える意味ないんだから。ありがとう弟子、ありがとう弟子、ハートありがとう。それは被害者感情に なるっていうのはまた別の論理でしょ。だって被害者の家族でも何でもないんだから、他人なんだから。他人にあなたその何々しろよって言われて関係ないんだもん。その例えは違うでしょ。215さん弟子いるよ。バカプレゼントありがとう。頑張ります。いや俺が悪いことやってないっていうのは言わないよ。ただ俺は自分で過去罪を犯してそれを償ったんだからさ、ほっといてくれよ。とやかく言われることじゃないんだよ、うん、違う？俺言ってること間違ってるかな。執行猶予でね、執行猶予4年ってすごく重いんだよ。執行猶予を受けていてさ、で実刑も免れてで終わったわけじゃん。そうそう、今でしょって。で今更さ、そう、配信始める5年前のことを 言われてもさ、どうしようもないもん、うん、違う？だから被害者と手紙を出してね、あなたに、約束してくださいと。要は損害賠償は他の人にするから、あなたは刑事事件で受けたのを潔く認めてください、私の願いはそれですって。あなたの状況聞きましたと。で刑事の判決を受け入れてくださいって言われて俺は守ったんだよ。だから控訴しなかったわけよ。わかる？おばあさんとの約束は俺守ったんだよ。で被害者でも何でもない人に金返せって言われるのはどうかと思うよ、うん、謝罪の手紙を送って一度会って謝りたいって、捕まる刑務所に行く前に謝りたいっつってさ、それは結構ですって言われてるわけだから。そうで過去のことほじくり出してさ叩いてるやつの方が俺は極悪だと思うよ。そんなの歪んだ正義だよ。警察に捜査協力することと刑事罰を受け入れることで、お金のことに関しては他の人に請求すると。要はお金を使い込んだ人間と騙した本人に請求するっつってんの。巻き込まれたっつうか俺の判断ミスでしょそれは。子供じゃないんだから。巻き込まれたもクソも自分の判断ミスをしたのは自分でしょ。だから俺が悪い。いや頑張るって分かったよ。至極まっとうだとは言わないよ俺は。俺はクズだよ。ただ的外れなディスは違くねえかっつってんの。俺は別にクズですよ。間違うことも多々ありますよ人間だから。でもね、でもその過去のことを掘り出してぐじゅぐじゅ言ったって過去は変えらんねえんだよ。
で、今償ってるわけじゃん。でもだいぶ時間経ってんだよ。去年執行猶予が終わってんだよ。ね、2017年の12月に終わった話なんだよ。しかもリスナーには何の関係もない話でしょ。クズはクズだよ。いや、お母さんから財布からお金取ったことない人間も俺のこと叩くことなんかできないよ。関係ないんだもん。本来のこと言ったら被害者だけだよ、俺に文句言えんのは。おばあさんからいくら文句言われても俺はすいませんでしたしか言えないよ、本人に。すいませんでしたって言うよ。言い続けるよ、本人には。だから関係ない人間にとやかく言われたくないね。そうじゃねえの？被害に遭ってるわけじゃねえんだから。俺はおばあさんに対して今でも申し訳ないと思ってるよ。それが歪んでるっつうの。おばあさんを代弁してるっていうのが歪んでるっつうの。俺はおばあさんと直に話してんだから。いや、だったらこんなことやってたら更生する気なんかないでしょ。だからこいつらがやってることってただのあれでしょ、悪人叩きでしょ。子供だったらさあ、くだらねえやって思うでしょ。また悪いことやろうと思うに決まってるじゃん。あ、了解了解。多分違うと思ってたからびっくりしたんだよね。了解。じゃあ、そんだけ叩いてる人間はどんな生き方してんのか見せてもらいたいけどね。俺のこと叩いてる人間。面出せよ。そんだけ言うんだったらな。どんだけ正しくて、どんだけ間違ってなくて、どんだけ人を喜ばせることをやってきたのか言えよ。俺がやった間違いを指摘し続ける資格があんのかよ、てめえに。しかも俺が間違い認めてねえんだったらいいよ。叩いていいよ。俺はやったっつってんだから。俺は認めてんじゃん。俺はやったって正々堂々自分から言ってるんだよ、みんなに。めくられたわけじゃねえよ。過去に犯した犯罪とかをさ、隠してる奴らは叩かなくて。ふざけんじゃねえよ。隠してる奴いいんだろ、過去犯したこと。俺はやったって認めてんだから、なんでそれ以上叩くんだよ。なあ。バカバカしい。やっちまったもんはやっちまったんだからしょうがねえだろうがよ。ただ俺はばあさんの600万円か手をつけたとか、その組織の人間から金1円でももらってねえからこうやって堂々と言えんだよ。俺は人から盗んだ金で私腹肥やしてねえかんな。言っとくけど、勝手にイメージでつけられてるけど、ちょっと仕事手伝おうと思ったらそれがオレオレ詐欺だったんだよ。それは悪いことだよ、判断ミスだから。やけどそれで私腹肥やしてる奴らを叩けよ。それが正義なんじゃないの、本来の。まあお前ら無理だろうね。140号なんてさ、そういうヤクザとか怖え人間には立てつけらんねえ弱え人間だから。やるんだったら巨悪を叩けよ。俺の子怖くとをよ叩いてどうすんだよ、バカが。お前らがやってんのはただのいじめだよ。そんなに能力あるんだったら今すぐ犯人見つけてこいよ。おばあさんも喜ぶよ。そう思わねえ。警察官にでもなれよ。てめえの人生のよ、てめえの人生がうだつが上がんねえのは俺の責任じゃねえんだよ。
まあ詐欺をしちゃったかな。詐欺事件で逮捕しててさ、人を騙してねえっていうのはおこがましいから、俺は騙しちゃったんだよ。 でも俺は人を騙すのは良くないことだと思ってるよ。でもね、詐欺事件をして俺は騙してないっていう横柄な態度を取ることは俺にはできない。俺は間違いを犯したの。210号の質問をそのまま返すのはそうだよと。ただ今は後悔してるっていうか、後悔じゃなくて反省してるね。後悔はしてないけど、しょうがないから、もう後悔しても取り戻せないから反省はしてるけどね。もう二度とそういうことがないようにとは思ってるけど、5年前にそういうことがあったのは事実だよ。今を頑張る。だからオレオレ詐欺師だよっていう、そのくだらねえ物言いやめろよ。217号さんいらっしゃい、フォローしてね。頑張るよ、頑張るよ。例えがよく分かんないけど、さっきから偉人の名前出されても俺は偉人になるつもりなんかないから。はいはい、こんばんは。調子悪いな、本当に。頑張るよ、ありがとう。反省はしてるよ。だからその事件の詐欺の手口とかも広めてるしさ、被害に遭わないようにって。厳密に言うとオレオレ詐欺ではないんだけどね。オレオレ詐欺の派遣で信託受益危険詐欺って言ってさ、手の内も全部バラしてる。まあまあしょうがないよ。いやもう頭痛いわ、この枠で終わりにするわ。頭痛いわ。ちょっと走ってくるわ。ランニングしてくる。体調悪い。はい、頑張るよ。ありがとう。もしよかったらみんなフォローしてね。アイテムたくさんありがとね、みんな。いつもありがとね。応援してくれてる人ありがとう。頑張るね。もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。 Twitter とね、YouTube もやってるんで、ぜひ Twitter の方もよろしくお願いします。いや、マウンティングする人間って弱い人間だよ。やることはある人間とかさ、一生懸命とか夢があったり、夢を叶えようとしてる人はさ、他人の人生に口なんか出さないよ。俺はそれが悲しいっつってんのね。俺のことを叩いたところであなたの人生は良くならないんだよ。そうだろ？俺のことを叩くために生まれてきたわけじゃないだろ？誰か、ねえ、誰か、苦しんでる人に唾吐きかけるために生まれてきたのか？お前は間違ったことやってこなかったのか？今まで。人間なんだから俺、大なり小なり間違ったこととか、過ちはあると思うぞ。そう。そんなことよりもさ、そんなことに目を向けてないで、そんなのが正義なんじゃなくて、もっとさ、やるべきこととかやりたいこととか、仲間とかさ、友達とか、家族とか大事にしてさ、キラキラした生活を送れよ。
俺のこと叩けば叩くほどさ、コンプレックスが増幅されてくぞ。俺は配信が好きだから配信極めようと思ってるし、配信をとことんやってこうと思ってるけど、俺のこと一生叩き続けんのか？そんなことをするためにお前生まれてきたんじゃねえぞ。やることねえのか。うん、お疲れお疲れ。うん、みんなお疲れ。俺は本気でそう思うけどね。そんな惨めな人生ねえだろ。いつでも人間は変われるんだからさ、本気になってみたら何かに。俺にさ、家族に仕事言えんのかよって言ってるやつはさ、プライベートで何して遊んでんのって家族に聞かれた時に和道のこと叩いてるんだよねって言えるのか。そっちの方がよっぽど恥ずかしくねえか。俺は職業別に誰に聞かれても配信で飯食ってるって堂々と言えるよ。聞いてきたやつに対して言うけど、お前家族とか仲間に自分の仕事言えんの？言えるよって。じゃあお前はプライベート何やってんのか友達に言えんのか。いや和道のことにアンチコメント書いてるんだよねって。ダサすぎるだろ、ダサすぎるだろ。ダセーわ正直、うん、ダセーよ、うん、なあ。俺はそんな人間の価値観も響かないし、言葉も響かないよ。まあ一生どこでも会う、すれ違うこともないだろうけど、思い直した方がいいんじゃねえか。俺はそう思うよ。俺は応援してくれる人を大事にするし、ファンを大事にして今後もやっていくけど、俺のこと叩いてるやつはちょっと考えてごらん、うん、今自分が何をやってるのか鏡を見てごらん。自分がどういう顔をしてんのか、その時になって取り返しつかねえぞ。俺5年配信やってるけど、5年間叩き続けてるバカにさ、動き出した方がいいんじゃないの、うん、のりこと俺の問題に口挟むの野暮だよ。俺はのりこと一緒にいて幸せなんだよ。俺は毎日モニターでこうやって見てるから鏡毎日見てんだよ。俺は毎日自分の顔見ながらやってるんだよ。自分の顔見ながらやってんだよ、ここで。なあ、ここで。わかるか？毎日ずっと自分の顔見ながらやってんだよ、ここに。俺の顔が映んだよ、ここにも映ってるだろ。鏡見ろじゃねえよ。鏡見んのが仕事なんだよ、俺の。わかるか？わかるか？なあ。毎日見てるんだよ。毎日毎日。毎日ここで見てんだよ。鏡見ろじゃねえよ。鏡見んのが仕事みたいなもんなんだよ。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。また今日も頑張るんでよろしくお願いします。お疲れ様です。